こちらですね、こんな感じになってます。でちょっと簡単に自己紹介、カルタさんが過分な紹介をですねしていただいたんですけど、私小野博正と申します。で、所属は初日と2日目 の中里さんっていうのと、あと今の先ほどやっていたボーノさんと同じところのライフサイエンス統合データベースセンター、DBCLS というところにおります。でツイッターもやってまして、こういう感じになってます。でいろいろ今回の講習会のことをいろいろつぶやいてますので、ぜひよろしくお願いします。でですね、まあ、簡単に、まあ、私の話してもしょうがないんであれなんですけど、この上を押すとなんかまとめページが出てきますので、もうちょっと詳しく知りたいという方はこちらお願いします。で、まあ、ざっくり言うとですね、もともと私も実験をしてまして、脂肪細胞とかを使ってですね、分化とか脱分化とか、まあ、そんなようなのをキーワードにしてマイクロアレイ解析、まあ、結構こう大規模な解析なんかをしていた経緯がいろいろありまして、まあ、その時にボーノさんと知り合ってですね、いろいろ勉強してきたというような経緯があります。で、まあ、今日来られてる方みたいにも全くこういうパールとかよくわかんないみたいな、まあ、そういうような段階から始めまして、いろいろ経緯があったんですけど、まあ、DBCLS がですね、7年前ぐらいに一応設立をされてですね、まあ、できたとは言っても全然人がいなくて、でぜひちょっと働いてよっていうことで、最初はですね、こうリサーチ RA って書いてあるんですけど、まあ、リサーチアシスタントっていう、まあ、バイトなんですけど、今日お手伝いしてくださってる方は TA さん、ティーチングアシスタントって言うんですけど、まあ、なんかそのリサーチアシスタントとか、まあ、まあ呼び方はどうでもいいんですけど、そういうアルバイトで、行ったのが始まりです。で、まあ、何をやったかっていうと、先ほど来ちょっとカロタさんが紹介してくださった統合 TV っていう動画のチュートリアルを最初にですね、これ全くなんていうんですか、 DBCLS ができて何をやろうかっていう時に計画書に全くなかったような、なんかゲリラプロジェクトだったんですけど、まあ、それをですね、まあ、ボーノさんと僕とあともう一人の研究員の方いたんですけど、まあ、その3人でやっちゃおうぜみたいな感じで始めたのが始まりです。で、まあ、そんなこともあってですね、いろいろ必死に作りまして、で、まあ、それが良かったのかどうなのか、職員にならないってことで RA から職員になった第1号になってます。で、一応 RA から職員になったのはもう一人いるんですけど、まあ、3人目がなかなか出てこないので、ぜひ我こそはという方はぜひまたちょっとこれ全然話が違うんですけど、コンタクトしてみてください。それでですね、まあ、統合 TV を作ってましたという話なんですけど、まあ、今はですね、昔は私が一個一個作ってたんですけど、おかげさまで結構ずっと続いてまして、でいろんな皆さんに見ていただいてですね、役に立ってるよという声をかけていただいて、非常に我々励まされているんですけれども、でいろんなですね、近くの近隣の、昔この工学部のところに建物の中に我々いたんで、この東京大学の学生さんはじめですね、まあ、近隣の学生さんがこう、じゃあ僕も作りたいっていうようなことで、まあ、僕らがツイッターでギャンギャンこう言ったところもあったんですけど、で集まってきてくれまして、まあ、最大どうでしょう、20人ぐらい在籍してですね、空き時間に我々のオフィスに来てですね、テレビを作る動画を作って帰っていくみたいな、そういう、まあ、スタイルが学生さんをメインにして、まあ、そんなような感じになってきました。なので私はどっちかっていうと作る方からですね、まあ、取りまとめて、まあ、まさに編集ですね、これがいいとか悪いとか、どの番組を作ろうかとか、まあ、そういうようなことをやってきました。ということで、ある程度まあその何て言うんですかね、バイオ系のデータベースだったりウェブツールは、まあ、一応なんとなくこう、まあまあ僕も見てるところはわずかかもしれないんですけど、まあ、ある程度こうザーッと俯瞰して見てきたようなところがあります。はい。でそれであとですね、まあ、そればっかやってるわけではなくて、あとはもう一つはですね、まあ、発言、これもちょっと後で紹介しますけれども、発言データのリファレンスサイトと称してですね、レフェックスとこれ読みますけれども、まあ、そういうものも作っていて、後で皆さんに実際に使ってみてもらおうと思いますので、またそこで詳しく説明をします。あとは、まあ、こういう今回の講師もそうなんですけど、まあ、我々のセンターで、やっていた、今もやってるんですけど、まあ、統合データベース講習会のアジャックス、まあ、この講習会のハッシュタグにもなってますけど、まあ、こういうアジャックスの講師なんかもやっています。まあ、そういう人間ですので、よろしくお願いします。そして、まあ、これもう皆さん
言ってるんであれなんですけど、まあ、実際ですねあんまり大きなトラブルには幸いなっておりませんが、今回私がやるセッションはですね、まあ、まさにこれの危機が本当にありまして、なので、まあ、実際にあの何回か過去数ヶ月前にやった講習会では全くサイトにアクセスできなくなってですね、さてどうしようみたいな、まあ、そんなことにもなった経緯もありますので、まあ、大げさに言ってんじゃないのと思われる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、一応こういうことなんです。なので、分かる方は分かるようにと思いますので、どんどん先に言ってください。もう、まあ、再三いろんな講師の方が言ってると思いますが、まあ、そういうことで、で周りに困ってそうな人がいたらですね、あのぜひ助けてあげてください。であと実際にこうサイトの反応が悪くなったりするんですけど、連打してもですね全く状況は良くなりません。よく連打される方いるんですけど、あのファミコンゲームと違いますので、あの連打をしてもですね全く良くなりませんので、ちょっと一呼吸を置いて、まあ、他の資料紙の資料でも見ようかなぐらいのこう大らかな気持ちを持ってですねやっていただければなと思います。であとはもうこれずっと言ってますが、わからないことがあったら挙手で、あの僕が喋ってる途中でも全然構いませんので、どんどん止めてですね、優秀な TA の皆さんが10人以上いらっしゃいますので、ぜひインタラプトしてください。はい、ということで、今日はですね、まあ、3時間弱あるんですけれども、何を習得するかということなんですが、こういうことですね。加藤さんからいただいたお題は、基本的な各種バイオ系データベースを理解すると、あとは統合 DB の利用法について知ると、まあ、この大きく分けて2つです。でですね、バイオ系データベースといってもですね、もう非常にいろんなデータベースなりウェブツールがあるのは皆さんご存知だと思います。じゃあ何をやったらいいのかっていうことでちょっといろいろ考えたんですが、あの画面飲水で申し訳ないんですが、まあ、困ったら統合 TB を見ろというのは一つ、あの皆さん覚えて帰ってください。統合 TB に載ってるですねデータベースなりウェブツールを、ある今700個ぐらいあるんですけど、700本ぐらい動画があって、こういう講習会の解説動画もあるんですけど、実際のその使い方の動画って多分半分以上かな、400本以上あると思うんですけど、だその400個を全部網羅すれば、多分僕この辺前で喋ってる講師よりも詳しくなれると思います。本当にマスターすればというぐらい一応ラインナップはありますので、あとは皆さん今回こういう講習を終えてですね、実際自分のラボで自分の研究されるわけなんですけど、その時に何か自分のためになりそうなデータベースがあるのかないのかみたいなのは、まず統合TB を当たっていただけるといいのかなというふうに思います。というわけでちょっとこれまた後で詳しく説明します。であとはですね、まあそうは言っても、まあ、最低限これは知っておかないと潜りだろうというような、まあ、やっぱりバイオ系データベースっていうのがあって、もうすでにもう出てきちゃってますね。もう名前が NCBI、 UCSC ゲノムブラウザ、アンサンブル、バイオマート、 IGV、 もうこれちょっとね、あのプログラムの組み方がちょっとあんま良くなかったところもあるんですけど、まあ、最初にこれをやるべきだったんですけど、まあ、あのちょっといろんな理由があってですね、あの前後しちゃったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、でこれがもうすでに出てきてるということは、やっぱり最低限知っておくべき必要があるわけですというわけなんで、ちょっとこの辺おさらいを簡単にしながらですね、あのやっていきたいなと思います。で最後に、まあ、そもそも統合 DB って何なんだよというようなところを説明してですね、まあ、統合 DB のサービスを活用するところを、まあ、時間いっぱい、許す限りですねやっていきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。はい、ということで講習を始める前に、もうこれずっと言ってます、もう耳にタコができましたね、本当申し訳ないです、まあ、ただそういうことなんです。あの本当にあのこれを覚えて帰ってください。もう覚えるというかね、もう、まあ、とにかくまずはググれってみんな言います。みんな言うんで、まあ、ググりましょう。でググっていくうちに分かってくることがあるはずなので、ぜひこれをあのこういう習慣がなかった方はですね、もうこういうもんだと思ってあのやっていきましょう。で何でググるかっていうのも、もうひたすらもう出てきた、前に出てきた分からない単語があったらググるんです。ギャップが分からなかったらギャップ配列解析とかってググるんです。であとターミナル打っていてなんかうまくいかないんだけどっていうのは今回も結構たくさんあったと思うんですけど、必ずエラーメッセージが出てきてるんです。これがないんですよとか、これがうまくこんなの知らないよとかっていうふうにターミナルは教えてきてるはずなので、それを
エラーメッセージをそのままググればですね、あのさっきボーノさんなんかも実演してましたけど、まあ、シークワンサーズみたいな QA サイトに当たったりとかで、運がいいとなんか日本語の日本人の人はですね、あこんなエラーがあったよみたいな感じで、でもこんな風にしたら解決できたよみたいなことを書いてくれてる場合があるので、まあ、まずはググってみるのがいいと思います。であとまあなんか変な謎の ID みたいなのが、ね、この分野出てきたりするんですけど、まあ、それもひたすらググるとうまく自分の欲しい答えに当たることがあります。でない時に初めて、まあ、こんな感じでググったんだけど全然データがなくて情報がなくて困ってるっていうのを詳しい人に聞くと、あのググり方を教えてくれるか、まあ、そのものが何か教えてくれると思いますので、まあ、そんなようにするとお互いハッピーになるというようなことです。はい、なんですけど今日は、まあ、とりあえずこういう講習会なんで、まあ、そうは言ってもですね、すぐいるんで近くに、ぜひ遠慮なくですね聞いてください。あ、そうですね、あとは言っても物知りの人に聞きたい、だけどみんなの前で質問するのは恥ずかしいとか、こんなバカな質問していいんだろうかみたいな方はやっぱり日本人は奥ゆかしいので、まあ、そういうことを言うんですが、まあ、そんな場合はちょっとウェブにこう投げてみたりとか、まあまあ一ついろんなツールあると思うんですけど、まあツイッターっていうのがまあ今ありまして、まあちょっとツイッターなんかなと思うと思うんですけど、これ私がですね、いつだったかな、火曜日かなにこんなような会場で質問が出たんですけど、会場の TA さんも分かんないみたいな感じでそのまま流れ去ろうとしたんですが、で僕はちょっと聞いてみたらですね、まあ、ちょっと自作自演っぽいんですけど、すぐ次にボーノさんがすぐですね、もうほんの5秒後ぐらいにですね、こう何それっていうのが来て、まあ、こんなんですこんなんですっていうと、なんか横からですねちょっとなんか詳しそうな人がですね、セドとか TR は使用化ですかとか、またちょっとなんか違う斜め方向の方に行ったんですけど、なんかまあ解決してくれようとしてる。であと下に行くとですね、これもちょっと自作自演っぽいんですが、初日の中村さんが、あなるほどみたいな、これこういうことだなみたいなようなことを答えてきてくれるっていう、こういう素敵な世界がですね実はツイッターありまして、これを使わない手はないなっていうのは僕らの一つメッセージです。なのでちょっとツイッター怖いなとか、なんかこう炎上とかするんじゃないかとかっていろいろ皆さん懸念されるかと思うんですけど、まあ、こういうことしててあまり炎上することってあんまりないと思うんですね。変な写真とか上げちゃうとこういう変なことになるんですけど、それは常識の範囲でですねやっていただければ、うまいこと使うとこんなにいいサービスはないんです。のでぜひ我々のメッセージとしては、こういうのを使っていただくと非常に有用なんではないかなと思います。はい、すいません、前置きがだいぶ長くなりましたが、ということで、まず統合 TV を知っていただくということなんですけど、ですね、この講習会に来る前に統合 TV を知ってたよって方はちょっとすいません、挙手いただければ、大体おすごいですね、ありがとうございます。8割方ご存知。じゃあ逆に言うと、その我々こういうですね DBCLS っていうところから来てるんですけど、この謎の組織 DBCLS を知ってたよっていう方、あそうなんですよ、こういうことなんですよ。うちはですね面白いことにDBCLS ですって言ってもはぁみたいな顔されるんですけど、統合 TV って言うとああみたいな顔をされてですね、所属よりもサービスの方が有名という謎のそういうちょっと知名度のなさなんです。でちゃんとですね、統合 TV は DBCLS がやってんだよってことで Google にロゴを貼ってみたんですけど、まあ、こういうありさまなので、まだまだですね我々の広報宣伝が足りないということで猛省するところなんですが、そういうことなんですどういうことなのかちょっと分かんないですけど、はい、そういうことです。でまあいいんです、どこがやってるかなんていうのもあんまり関係なくて、いいサービスはたくさん使っていただければいいということで、8割強の方が使っていただけるということで、どうもありがとうございます。ということで、じゃあ知ってるということで、まあ、ある程度これ説明はあんまりいいですね。困ったら統合 TV を使おうということは合言葉で今回やっていきたいと思います。で、まあいろいろですね、まあ、皆さん統合 TV 使い倒していただいているということなんで、あんまり説明するところでもないかもしれないんですけど、今回そのまさに押さえておくべきバイオ系データベースとしてですね、この NCBI アンサンブルバイオマート UCSC っていうのを取り上げるわけなんですけど、一応ですね統合 TV の方でもデータベース別分類ということで、まあ、まさに押さえておくべき
データベースなので、こういう別の枠を作ってまとめてあります。なので、これそのままクリックするとそのまま統合 TV に飛びますので、見ていただければいいんですけど、今ですね、現状、9月現在で NCBI なんとかのサービスに関しては26本、でアンサンブルとバイオマート関係に関しては16本ぐらいで、 UCSC に関しては10本ぐらいの動画が今のところあります。でもちろんですね、こういう押さえておくべき必須のデータベースっていうのはこうアップデートはもう頻繁なんですね。1ヶ月前と今日見たら全然変わってたなんてこともよくある話で、この通りやってもできないんだけどとかって言われることもあるんですけど、そういうもんですと思っていただくしかなくて、我々もそれについていけるようにですね、アップデート版をどんどん作ってるんですが、なかなか追いつかないところもありますので、そこは適宜読み替えていただくような形でできる場合もありますので、ぜひご活用いただければなと思います。であとはですね、こんなような機能もあって、ランキング機能っていうのがあって、これ我々よく見てるんですけど、これ今累計再生数なんですけど、昨日何が見られたかとか、先週何が見られたかとか、先月何が見られたかっていうのを見ていくと、いろんなトレンドが見えてきて、これ面白いです。で実際に皆さんユーザーからしたらどういう使い方があるかっていうと、みんなどういうのが興味があって見てるのかっていうのがある程度、再生数で分かる注目度だったりがあるので、この辺眺めていただくと、あ、こんなことも載ってるんだみたいなの、番組の掘り起こしにもなりますので、この辺ぜひ見てください。あとですね、統合 TV は統合 TV で別であるんですけど、YouTube にも同じコンテンツが上がっています。 YouTube 視点ですね。で YouTube はもう皆さん知らない人はいないと思いますし、もうインフラの一つになってると思うんですけど、こっちの方がサーバーが非常に安定しててですね、ビューアーが非常に使いやすい、もう皆さんいっぱいたくさん活用してますよね。なので個人的な感覚から言うと、こっちで見た方がストレスなく見れるんじゃないかなというような気がします。あと一つは、今回は講習会で、この講習では、このと YouTube 版の、番組を見て進めていきますので、よろしくお願いします。で、細かいことを言うとですね、統合 TV の番組いいんだけど、なんか早送りとかできないのっていう方がいらっしゃるんです。やっぱ皆さんやっぱ忙しいのでトロトロ見てられないと。で動画を多分最初から頭まで見る方っていらなくて、今やっぱりこう飛ばしますよね。この辺をクリックして、こうなんか面白いのないかなみたいな感じで、こうやってザッピングするみたいな感じでやると思うんですけど、そうすると大事な局面を見逃しちゃうんだけどっていう場合もあって、でこれはですね、一つ解決法は Google Chrome を使ってですね、 YouTube を見ると倍速指定っていうのができるんです。もう全然本筋と関係なくて申し訳ないんですけど、もしそう思われてる方結構いるんですよ。あれかったるいんだけど、ずっと見てるとかったるいんだけどとかって言われるんですけど、それはちょっと我々そこまでできなくてですね、もしそう思われてる方はですね、統合 TV をですね見ていただくと、これはプロモーションビデオなんですけど、ここにですね速度っていうのがあるんです。これご存知ですか？結構知らない方いらっしゃって、これ2倍とかするとですね、こう2倍速で、これちょっとプロモーションムービーなのであんまりあれなんですけど、これ2倍速で進んでます。本当はこんな速くないんです。っていうふうにですね、これ結構言われることがあって、せっかくの機会なので、もしご存知なかったらですね、この辺活用していただくともう少し使いやすくなる。でちょっとまだ他のブラウザではなんか実装されてないみたいなんですけど、 Chrome は Google が作ってますので、その辺のあれがあるのかなという感じがします。はい、すいません、余談でした。それで、そうですね、あと YouTube 版なんですけど、これちょっと皆さん見れないんですけど、せっかくなんでお見せしたんですが、だいたいですね7年前から始めて9月末8月末まででだいたい40万回ぐらい再生されてて、60万分
って何日分なんですかちょっと分かんないんですけど、まあ、そのぐらい再生されてます。でこれ結構面白いのはこの再生数のですね伸びにいろいろ季節性があってですね、新学期は再生数が伸びるんです。で、12月とか1月になるとすごく落ちるんです。これどういうことか分かりますか？これですね、新入生が入ってくるんですラボに。で多分諸先輩方がですね、いいからこれ見てろとか言ってこうパッて見て新入生勉強してるわけです。で、まあ、勉強した新入生はですね、まあ、動画ばっか見てるわけにいかないので、12月ぐらいになると卒論書きなさいとかって言われるわけです。だから統合 TV なんか見てる暇ないんです。ひたすら実験するわけです。そうすると統合 TV の再生数が下がる、まあ、大体そういうことなのかなというふうに思ってます。なんですが、まあ、これ非常に理想的な使い方で皆さん、いろんな立場の方いらっしゃると思うんですけど、自分の後輩ができた時とかにですね、いちいちスキルについてこう教えるのってかったるくないですか？マンツーマンでついて自分も実験したいのに、なんでこんなパブメドの使い方なんて教えなきゃいけないんだみたいなことを思われると思うんですけど、そういう時に統合 TV をぜひ活用していただけるとですね、分かんなかったら聞いてってことができるわけです。統合 TV を見て分かんなかったら俺に聞けみたいな、そういう使い方ができるので、ぜひですね、皆さんの研究時間を無駄にしないために統合 TV を使ってくださいと。なんかなぜか宣伝になってしまいましたが、そんな感じで使っていただければなと思います。であとですね、YouTube 版だとなぜかですね、パワーポイントの使い方みたいなのが結構上位に来てたりとか、まあ、そのような面白い特徴もあります。あ、はい、すいません、そういうことでした。なのでいろいろ統合 TV を駆使してこの講習もやっていきたいと思いますので、ぜひご活用くださいということで、突然始まりましたが早速一つ一つやっていきたいと思います。で、ですね、もうざーっと皆さんお手元に資料あるので、大体この後どうやって進んでいくかが大体わかるかと思うんですけど、ざーっと見ていくとですね、こんな感じに、一個一個やっていきます。で、大体この IGV のところまでで一回休憩をしたいと思います。で、こんなように実習って書いていろいろ書いてあるページがこんな感じでですねあると思います。で、大体今日はこの3つですね、バイオマートと UCSC ゲノムブラウザーと、IGV、 これ3つ実習で皆さんに手を動かしていただこうと思いますが、一斉にやるとちょっと怖いの で特にですね、この辺は外のサービスです、ね、外国のサービスですから、東京大学からアタックがあったと思われたらですね、ここだけならいいんですけど、東京大学全体に迷惑がかかってしまうということなので、ちょっと万全を期してですね、ちょっと分散してやりたいと思います。なのでもう分かる方はもう始めちゃってくださいね、これね。で、分からない方、もう全然右も左も分かんないよという方は順番にやっていくわけなんですが、どうしましょうね。ちょっと一通りじゃあ私説明しますので、その後に皆さん手を動かすというような形にしたいと思います。はい、ということで、まず泣く子も黙る NCBI でございます。で、今回の講習に来る前に NCBI っていうの全然知らなかったよって方いらっしゃいますか？あ、皆さん優秀ですね。じゃああんまり説明する必要ないのかなという気もしますけど、こういうことです。アメリカのあれですね、国立生物工学情報センターの略称で、その本当はセンターの名前なんですけど、もうそのものズバリデータベースの名前を指して NCBI って皆さん言います。でもここももう皆さん多分知ってると思うんですが、こういうことなんですね。文献調べられたり核酸調べられたり、何でもあります。アミノ酸発現データ、あと化合物だとかタンパク質構造だとかゲノムとか、もう何でもあります。もうこれだけ知ってる、 NCBI だけ知ってればもうほとんど研究できると言っても過言ではないような、そんなサービスなんですが、いいとこあったり悪いとこあったりするわけで、その辺は皆さん各地でご判断いただければなと思います。で、最近ですね、昔アントレっていうこのクロスデータベースですか、 NCBI が提供しているサービスを横断検索できるサービスがあってですね、それアントレとかって言ったんですけど、最近アントレって言わなくなってしまったということで、ちょっと最初アントレって書いてたんですけど、アントレじゃなくなったっていうのが一つ最近のトピックです。
で、まあ、何言ってんだって方はそれでそのままでいいです。もうそういうクロスサーチがあるよっていうだけでいいんですけど、ちょっと昔からやられてる方はアントレアントレっていうふうに言いました。で、ちょっとこれもですね、トリビア的なんですが、まあ、よくやるやつですね。まあ、じゃあ実際 NCBI にどのぐらいエントリーって入ってんだっていうの気になったことないですかね。あんまり実際何か役に立つわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと雑学的に知っておきたいっていう場合はですね、これで調べられて、こうやってオールカッコフィルターカッコでやると全件が出てきます。でその結果をまあスクリーンショットで貼ったんで、まあ、こんな感じでですね、ちょっとすみません、画像が見にくいかもしれないんですけど、こんな感じで出てきます。例えばパブメドのエントリーだと2400万件とか入ってるわけですね、とかっていうのが分かるわけです。これだから、これもちょっと前に作ったので、今検索するともう少し増えてるかもしれないですっていうふうに、1日でどのぐらい増えたかなんていうのもなんとなく分かるわけです。というように、まあ、ここにたくさん載せましたけど、文献から始まってですね、もう遺伝子関係のデータベースですね、まあ、タンパク関係、あとケミカル関係、ゲノム関係、あと疾患関係みたいな感じで大きく分かれていますけれども、まあ、それぞれ皆さんの研究分野に依存してですね、いろいろ使う、恒常的に使うデータベースは違ってくると思いますので、ちょっとここでは一個一個説明してるとですね、とても3時間では終わりませんので、ちょっと割愛をしますけれども、まあ、こういうデータベースです。もうこれはね、でも皆さん知ってますよね、ということです。なので、もし使い方を知りたいよという方は、統合 TV に NCBI のエントリーがありますので、そこからですね、ざーっと見ていただいて、知りたいところを見てやっていただくというようなのがいいと思います。次に、アンサンブルっていうのがあります。アンサンブルはどうでしょう、知ってたよ、知らなかったよという方、これは結構半分弱ぐらいいらっしゃるんですね、はい、これもよく割とよく使います。でこっちは先ほどは米国でしたけれども、こちらは英国のイギリスのウェルカムトラスト産科研究所と、まあ、EBI ですね、ヨーロッパのバイオインフォマティクス研究所が共同で作っている、まあ、ゲノムブラウザっていうふうに表現しましたけど、まあ、NCBI みたいなもんですね、いろんな情報のハブになっているようなものです。でよく、まあ、僕らゲノムブラウザゲノムブラウザとかって言うんですけど、まあ分かりますかね、どうでしょう、ウェブを見るのはウェブブラウザですよね、Google Chrome とか Firefox とか、あれ Google じゃない、ウェブを見るためのブラウザって言うんですけど、 なんでゲノムを見るためのブラウザなんです、ゲノムブラウザで。この辺もまあ通り一遍の話なんですけど、まあ、何を見れるのかっていう話は、まあ遺伝子の注釈アノテーションとかっていう言葉もすでに出てきちゃってるんですけど、まあ、いろんな遺伝子の注釈、まあ、場所の情報だったり名前の情報だったり、関連したオーソログの情報だったり、まあ、何でも遺伝子に関係する注意書きみたいなのがあるんですけど、まあ、それを全部まとめてくれているというようなイメージですね。それをまあゲノム上、まあ、地図の上にこう地名があるようにですね、ゲノムの上にそういう遺伝子の、まあ、何丁目何番地とかっていうのが書いてあるというような感じです。で、まあ、こんなようなインターフェースですね。で一個一個見ていくと、まあ、こんなような遺伝子の名前があって、で場所がクロモゾームの何番にあるよとか、そういう番地ですね、番地のような情報があったりとか、あとはまあ細かい話がいろいろこの辺に、他のデータベースの ID はこうでしたよみたいな話が載ってます。さっさと言っちゃいますけど大丈夫ですよね。アンサンブル、これ覚えててください。まあまあ使うか使わないかはですね、まあ、二の次というか、まあ、こういうものもあるんだよということでよく出てきますので覚えてみてください。でこれと非常にちょっとまた似たサービスがありまして、それをバイオマートって言います。でこれはなんかいろいろですね、カナダの方の研究所と、あと先ほどの EBI となんとか研究所っていうところがですね、一緒に作っているサービスで、なんてちょっと表現していいのか、ちょっと適切な日本語がこれでいいのかわからないですけど、めっちゃデータの管理システムっていうんですかね、になってます。
まあ、とは言ってもこれ、まあ、字を見ていただくとなんとなくイメージできるとバイオのマートなんですよちょっとごめんなさい、なんか変なトンチみたいな、あの今は生物のいわゆるその何ですかね、マートなんで、あのスーパーマーケットみたいなイメージです。だからここから何でも取れるんです。自分の欲しい ID 取れます、自分の欲しい遺伝子の上流選別ペア取れますとか、そう、まあ、そういうイメージです。自分の ID を変換したいです。自分の持ってる ID と例えば NCBI のなんちゃら ID に変えたいです。先ほどちょっと質問が出たと思うんですけど、まあ、ID の変換なんかもこの人は得意ですね。まあそんなような感じで、ここに書きましたけど、さまざまなデータを取得するためのインターフェースとして秀逸なので、結構割と、現場の人はこういうのを使っています。でこれはちょっと実際に見てもらおうと思うので、実習があります。でインターフェースとしては非常に単純で、最近新しくなりました。でこれも結構割と1,2 年で更新されていて、もう2年ぐらい前になると全然違うインターフェースで、これはちょっと難しいんですけど、まあ、慣れればそんなに難しくないです。でこれ非常に単純で、シーケンスデータを取得するのか ID をコンバージョンするのか、あごめんなさい、これ違うな、これデータをブラウズするで ID をコンバージョンするでシーケンスを取得する、これ何ですかね、まあ、なんとか書いて、まあまあこの辺をポチポチ押していくと、基本的にはクリックベースでですね進めていけるというインターフェースです。で先ほどボーノーさんがですね、紹介したようなコマンドラインで一発叩いて配列を取得するとかってこうやる、今習ったばっかだと思うんですけど、まあ、それはどっちかというと何でしょう、本来は100個とか1000個とかをまとめて取ってくるのに、例えばウェブブラウズで一個一個ポチポチやってたらですね、日が暮れちゃうわけです。日が暮れたらいいんですけど、もう1週間とか2週間とかかかっちゃう可能性があるわけですよね。マウスの遺伝子全部取ってこいってボスに言われたらですね、どうするかっていうことですよ。もう一個一個クリックしますかっていう、もう検証になっちゃいますよね。なのでそういう時はやっぱりコンピューターの力を使って、ああいうザザザッとこう一緒に取ってくるというケースを使うのがいいと思います。なんですけど、この遺伝子のこの配列上流だけ取ってきたいんだけどっていう場合は、多分あれあの時ボーノーさんが何か言ってたなとか言ってこう資料をですねガチャ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 やって、あのコマンドを探すよりもですね、多分こういうウェブインターフェースを使ってポチポチやってった方が、まあ、その人の技術レベルにもよるんですけど、あのちょっと得意じゃないなっていう方はこっちの方が取得しやすいと思います。なのでまあいいんです、あの私はどうしたら全部コマンドラインでやるんだって方はそっちでもいいですし、いやいやウェブブラウズじゃない、ウェブ経由じゃないとちょっとなっていう方はこっちを使う、まあ、そういうような使い分けをしていただければいいのかなと思います。でこれはちょっと実際に後でやってみます。ちょっと後でやりましょう。次に、UCSC ゲノムブラウザーというのがあります。すいません、たびたびですいません、これを知らなかったよという方、あこれもだからそうですね、アンサンブルぐらいいらっしゃるということですね。であんまりだそうするとゲノムブラウザーっていうのはちょっとあんまり使わないっていう感じなんですかね、半分ぐらいの方はね、そういう感じですね。これからその NGS 今回即習コースということなんですけど、まあ、この辺は結構頻繁に出てきますので、あの今日覚えて帰って損はないと思います。でこの UCSC ゲノムブラウザーはですね、まあ、これもよくUCSC って言われます。あのゲノムブラウザは略されて、あの NCBI と一緒ですね。 UCSC って言った時はこれのことを多くの人はですね指しておりますので、あのそういうもんだと思ってください。でこれは、アメリカのカリフォルニア大学のサンタクルーズ校っていうところで、やってるので UCSC なんですね。その頭文字を取ってあの UCLA とかの仲間ですね、 UCSC ですね、が開発してるゲノムブラウザで、結局これはまあ同じことなんです。アンサンブルと同じサービスですね。前述のアンサンブルと双璧をなすって書いてあるんですけど、アメリカ人が作るとこうなるんです乱暴なこと言うとアメリカ人が作るとこうなって、ヨーロッパの方が作るとアンサンブルみたいになるんですっていうあの大雑把な説明です。だからなんか僕も本当かどうか知らないですけど、アメリカ人の方はやっぱりこっちを使うんです。でヨーロッパ系の人はやっぱアンサンブルを使うらしいです。それは何なんでしょうね、その感性だったりそのなんとかによるのかもしれないですけど、
で我々日本人はどっちを使ったらいいんだっていうことなんですけど、まあ、これはですね本当にここに書いてるんですけど、どちらが使いやすいかはその人次第というか、昔アンサンブルは重かったんですね。僕がちょっとよく使ってた頃は重いな重いなと思って使ってたんですけど、最近割とミラーサーバーとかができて割とサクサク動くようになったので、アンサンブルもいいですし、まあ、UCSC も UCSC で見方なんかも見やすくはないのかな、まあ、まあどっちかというとこれも本当個人の感想ですので実際使ってみてですね、使いやすい方を使うというのが正解だと思いますので、まあ、一応今回講習なので両方使ってみて、アンサンブルはちょっと使わないんですけど、こっちの方はちょっと使いたいと思います。でこっちも、実習があります。でこれさっきベッドファイルとかなんとかファイルとかの時にちょっと話が出てきたウィッグファイルっていうのがあります。 WIG 形式のファイルを使ってですね、トラックとして追加して表示するっていうのがまあできるんですけど、まあ、これを実際に統合 TV でも取り上げてやりましたので、まあ、この辺をもう一回やってみたいなというふうに思います。で最後はですね、これは来週の、実際のその次世代シーケンスの NGS のデータを、まここに貼っつけてですね、なんかこんな風な、なんかちょっとよく見たことあるようなこう発言のピーク違いみたいな、まあ、こんなようなのを、まあ、人間の目で見てですね可視化をして、判断すると解析をするというようなツールで今回使うということで、まあ、大体通り一遍の使い方をさらってくれということだったので今回ここに入れました。で、まあ、可視化のツールって言ってもいろいろありまして、まあ、前述のですねこの UCSC ゲノブラウザで全部できちゃうよっていう方もいらっしゃるんです。いらっしゃるんですが、まあ、この IGV はですねローカルの皆さんのマシンにソフトをインストールするような形です。でこの今まで書いてきたアンサンブルだとか UCSC ゲノムブラウザーは Web 経由でやるので、どうしてもそのレスポンスが遅いとかアップロードに時間がかかるとか、まあ、そんなようなストレスが実際に出てくるわけなんですけど、まあ、この IGV は実際に自分のローカルに落としてきてですね使うので、まあ、その辺のストレスがある程度少ないっていうのが一つ大きな利点ですね。まあ、これ書きましたね。個別のマシンにインストールして使うので、まあ、手元にデータさえあればそれらを高速でこうビューを入れ替えたりとかすることができるというようなのが特徴です。でこれも実際に使ってですね、これ割と出来たてほやほやで、この講習が決まってから動画を作りまして2014年の、まあ、6月ぐらいに作った最新版がありますので、これを元にですねやっていきたいというふうに思います。ということで、そうですね、じゃあ、まあ、一応前半の部分ざーっと説明をしましたので、ここまででどうでしょう。何かちょっとかなり一般的な話をしちゃったんですけど、もう少しこうと掘り下げて説明してほしいんだけどっていうところがもしあれば今ちょっとお受けしますけど大丈夫ですかね。あ、いや、これからです。じゃあということなので早速動かしていきましょう。バイオマートとUCSC ゲノムブラウザーと IGV とあるんですが、どうしましょうね、区切った方がいいですかね、それとも興味のあるやつからやるかっていうと偏りますかね。誕生日とかでありますか、例えば1月生まれから3月生まれの人はとかってしましょう。だいたい3分の1ぐらいに分かれたいんですよね。なので誕生日がやっぱいいですかね。そうすると1月から4月生まれ、5月から8月生まれ、9月から12月生まれぐらいだと大体なりますかね。それでいいですかちょっといや皆さんやりたい順番もあると思うんですけど、そんなに順番前後しても変わんないので、じゃあ分かりました。じゃまずバイオマートを1月から3月生まれの4月生まれの形はこれやりましょう。バイオマート、あ、でごめんなさい、ちょっとそれの説明の前に、あ、いや、でごめんなさい、でこっちは
4月から、あ、5月から、すいません、5月から9月、合ってます ?8 月か。まあ、ちょっとその辺、まあ、まあ、適当に、協会の人はもう あのあれしてください。で、IGV は残りの方、9月から12月ぐらいの方、これをやるというようなことで、でちょっと分散してやっていただきます。で、やれって言うんですけど、何をやるんだよって話なんですけど、非常に私は楽をしましたというか、サボりまして、もう、統合 TV を見てください、ここで。で、全部書いてあります。僕が説明するよりも細かく書いてありますので、ちょっと時間取りますので、だいぶ30分ぐらい、4時半ぐらいまで取りますので、もっと取ってもいいのかな。5時ぐらいまで取りましょうか。1時間ぐらい、もう自由作業時間にしましょう。で、ちょっとめんどくさいんですけど、これを YouTube をクリックしますと YouTube が再生しますので、これを見ながら、じゃあ実際にバイオマートにアクセスして、同じことができるかどうか、やってみる。という風にしたいと思います。で、もちろんその通りいかねえぞっていう場合がもちろん多々出てきますので、その場合は TA の皆さんでフォローします。しかも全体でもしみんなが詰まってるようなところがあれば解説をしますので、基本的にはそういう進め方をしたいと思います。で、バイオマートはこれです。で、UCSC はこれです。IGV はこれです。で、IGV はインストール編から入ってますので、皆さんすでにバイオリナックスのところに入ってますよねと思いますので、これは Mac かな、 Mac でやっちゃってるんで、適宜それをまあ読み替えてください。もうインストール済みのところから始めてください。なのでインストールをする必要はありませんので、インストールをしても実際にアノテーションを読み込んで表示を切り替えて、まあ、検索したり、あと塩基配列を取得したりというようなことがこのビデオの中に入ってますので、まあ、そんなようなことをやっていきたいと思います。で、 IGV に関してはこのデータが別になくてもいいんですけど、実際この動画ではここに置いてあるデータを使って、これ11メガぐらいでダウンロードできるんですけど、まあ、これを実際ダウンロードされてからやってもいいですし、まあ、それかったるい方はやらなくてもどちらでも構いませんので、まあ、同じことを再現したい場合はこのデータ元って書いてあるところからやってください。で、あとですね、UCSC のゲノムブラウザーの方はちょっと込み入ってて、実際にこの中で出てくるウィック形式のファイルをどこから取ってきてるかっていうのは、この GSE の21365っていうこのサンプルの名前があるんですけど、まあ、これを Google 検索するとすぐ出てきます。一番上に出てきますので、これを使ってください。あと呪文って書いてありますけど、実際動画中でも出てくるんですけど、コピペ用にここに書いておきました。なのでこれもし打つのめんどくさいって方はこれをコピーされて使うといいと思います。ということで、皆さんに丸投げをしますが、ちょうど今4時なので5時ぐらいまで1時間ぐらいかけて3つやりました。で、終わった方はもう適宜休憩していただいて構いませんので、まあ、5時に1回ちょっとまとめというかあれをしましょうということで、はい、よろしいですかね。はい、それでは皆さん適宜始めてください。バイオマートの方ですけど、統合 TV の本ちゃんサイトに行くと何をやってるかっていうのが書いてありまして、ですね、今回はこの例はですね、こういうことをやっています。人とマウスが共通して持つ全遺伝子の遺伝子座のリストを取得する。これを多分一個一個やっていくのはまた結構大変だと思うんですけど、バイオマートだとこういうことがボタンポチポチしていくだけでできますよって、そういう内容です。で、あとはまあ、ある、まあ、先ほどこれ質問でも出ましたけど、あるデータベースの ID を別のデータベースの ID に変換したいっていうような時に、どういうふうにバイオマートでやればいいかっていう方法、あともう一つはこれよく配列解析というか実際に実験やる方でよく質問が出るんですけど、例えばマウスの全ての遺伝子の上流線塩基をもうまとめて全部取ってきたいっていう、ちょっとこれウェブでできるのみたいなことを思われる方いらっしゃるかと思うんですけど、こういうこともバイオマートを使うと一気にできるというようなやり方をですね、3つ、よくあるパターン
ということで3つ紹介をしています。あとはまあ皆さん個別で、例えばここ上流2000にしたいとか3000にしたいとか、いろいろ上流じゃなくてもうちょっと下流がいいとかっていろいろあると思うんですけど、まあその辺はただ読み替えればできるようになっていると思いますので、基本的なそのバイオマートの使い方としてこの辺を取っかかりにしていただければなと思います。あとは UCSC の方なんですけど、まあ、これはもうちょっと文章的にはあまりよく書いてないんですけど、ですね、ちょっとこの辺に説明書きも書いてますけど、まあ、これさっき呪文って書いたところですね、トラックタイプイックルゼロみたいな風にして両頭に書かないと、まあ、エラーになってしまいますよみたいな、割とこれでハマっちゃう方もいらっしゃるみたいなんで、で統合 TV はですね、実はもうこの辺ちょっともう余談なんですけど、この下の方行くとですね、字幕のスーパーが実は見れるようになってます。これご存知ですか、機能なので全部動画を見なくてもですね、文章で何をやってるかが実は全部書いてあるんです。なので、まあ、絵を見る、動画を見るのかったるいなって方はこれ見るだけでもいいと思います。これを見てですね、この辺ポチッと押すと、まあ、一応そこに飛んでいくようになってるんですが、ちょっとみんなでやるとあれかもしれないですけど、まあ、こんな感じですね。っていうふうに実はこの動画のスーパーがあります。なのでこの辺もちょっと活用していただければなと。あ、でこれでですね、ごめんなさい、UCSC のやつはこの手元のコンピューターに保存したとかってこう第2編みたいなのが始まるんですけど、ここはちょっとやっちゃうと500メガ落とさないといけないので、この上の段階までですね。なのでちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけど、どこだ、あ、ここから先はちょっとまた別の話になっちゃうので、また後日やりましょうということで、サブミットしてトラックが表示されるところまでですね、まあ、時間にして2分ぐらいしかないんですけど、まあ、こういう作業がありますよということで、あ、でもやってもらってもいいのかな、まあ、ちょっと時間もあるので、まあ、この辺興味ある方はこの先をちょっとやってみてもいいかもしれないですけど、実際にこのデータを落とさないといけないので、まあ、ちょっとその辺はネットワークとの相談にもなるんですけど、まあ、可能であればちょっとこの辺もやってみる、まあ、この辺ちょっとWindows 環境でやってるところがあるので、ちょっとバイオリナックスで同じようにできるかはちょっと不安なんですが、まあ読み替えてできるようであればちょっとやってみるというような感じで対応してください。あとはIGV に関しては実はですね、今回基本編をやってもらうんですけど、多分実際にその現場で使うのはこの上の方ですね、マッピングデータを可視化するって、まあ、今2本立てで作ってますけど、まあ、基本編は結構言ったら簡単です。簡単なんでちょっとこれが終わっちゃって退屈だって方は、発展編としてですね、このマッピングデータを可視化するとかっていう方もあるので、ちょっと時間長めに取ってあることもあるので、できちゃった方はこっちの方もやってみると、来週以降話がちょっと早く理解できるかなという感じもするので、まあ、予習を兼ねてこっちの方もやってみるといいかと思います。で結構アンサンブルと、ごめんなさい、バイオマートとか UCSC は知ってる方が結構、まあ、逆に言うと半分いたので、もうこんなん分かってるよって方ちょっと退屈で申し訳ないんですけど、まあ、他のやつもいろいろですね、例えば分野別なんかもこんな感じで、まあ、統合 TV はこの辺使っていただけてるんであれば分かってることかと思うんですが、参考までに、まあ、こんな感じでよく現場でやるニーズ別にまとめてあります。先ほどのボーノさんのセッションでやったブラスト、自分のマシンでブラスト検索するなんていうのもここにまとまってます。あと塩基配列比較ですとか系統樹ですね、関係とか、
ちょっと一個ずつ流しながらやるので、もし全然わかんない方は僕がちょっとしゃべりながらというか補足を入れながらやっていきますが、バイオマートを最初に今映してます。全画面来たわけか。この辺はもうそのままで、でアンサンブルは基本的にその元は哺乳類の結構データベースだったんです。今は結構いろんな生物種があるんですけど、さっきのこのデータベースのところでざーっと行っちゃったんですが、あらららら、もちろんそのいろんなモデル生物だったりいろんな研究分野のデータベースがあって、この辺データベースの先がですね、いろいろ見ていくと個別のその生物種限定のデータベースっていうのもあるんですよね。例えば何でしょう、あのアラビドプシスってあの植物のモデル生物がありますけど、それなんか例えばテアだとか、まあ、そんなようにあの生物種限定のなんか統合データベースみたいなのを各あのなんていうでしょう、研究者コミュニティで作ってたりもするの でそっちの方がアノテーションがすごい、まあ、当然専門家集団なのであの充実してたりもするので、もしそっちのデータがいいよっていう場合はここからそれぞれ、この辺なんかウォームベースなんてのありますけど、まあ、こんなのもそうですよねっていうように、まあ、ここから今あの人のデータなのであのアンサンブル選んじゃってますけど、まあ、それ以外にもしご自分が知ってるデータベースがここにあるようであれば、でそっちの方がデータがかなり信頼できるよっていうことであれば、そちらにデータベースを切り替えた方がいいと思います。この辺はもう普通に、でこれフィルターっていうのがあるんですけど、基本的にもう全部取っていきたいってことは方はもうフィルターする必要がないのでいいんですけど、まあ、フィルターをしないとその分データがものすごく大きくダウンロードするときになっちゃうので、別にその全部いらないよっていう場合がたると思うんですけど、例えば染色体1番だけでいいよとかいうケースもあったりもします。あとは例えば何でしょうね、まあいろいろこうあの実際に見た方がいいんですけど、あのいろんな区切りでフィルターをかけることができます。なので必要なところがもし限定されているようであれば、なるべくここで指定をしてあげた方が最終的なデータが少なくなるので、ハンドリングしやすくなるというようなところがあります。例えば遺伝子の単位でも、まあ、この ID を持つものだけでいいよっていうような感じで ID でフィルタリングするとか、まあ、そんなようなことが結構簡単にできるようになっています。で今回は人とマウス の, そのオルソログ対応がついているものっていう意味でフィルターをしていますので、このマルチスピーシーズっていうところの、人とオルソロガスな関係にあるマウスのジーンがあるものっていうようなフィルターを設定しています。でこの辺はどのデータベースを使ってどのデータセットをどのフィルターをかけてみたいなのがサマリーされるので、ここに表示されます。で最後このアトリビュートのところで、じゃあ実際その何が欲しいのか、その絞り込んだ中で実際何が欲しいのかっていうようなものをここで選択をしていく、 ID が欲しいのか遺伝子の名前が欲しいのか、それとも座標が欲しいのかみたいな、いろいろあのニーズがあると思うんですけど、まあ、それらをですねあのここでポチポチ選択をしていくと。よくやるのはちょっと今回はここであんま出てこないかもしれないですけど、まあ、アンサンブルのジーン ID とトランスクリプトの ID と、あ例えば遺伝子の開始点のベースペアの情報 と,、エンドの、あの終わりの情報みたいな感じで、この辺ポチ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 とチェックを入れると、それがテキストにタブ区切りのテキストになって出てくると。でまあ何でしょうね、まあいろんな
レスで見てもいいんですけど、まあ、Excel で見るとちゃんとこう Excel の列にそれぞれが分かれて入っているっていう、そういうものが出てきます。ゆっくりにすればいいですね。この辺の項目はまあ後で並び替えてもいいんですけど、出力の段階でドラッグすれば並び替えられます。そうするとですね、こういう素敵な対応表がなんと一発でクリック一発で出てくるという、そういうデータの管理システムですね。で、何回も何回も指定するのがめんどくさいって場合は、これを URL で保存しておくと同じ結果が返ってくるものが取れるので、この辺のブックマーク、まあ、何回も同じことをやる必要はないのかもしれないですけど、もしそういうニーズがある場合はそこからやってみてください。テキストで開くとこんな感じになるんですけど、まあ、Excel なり何なりで開くとタブを認識してちゃんとこう分けてくれるので、まあ、テキストファイルなんて普通に先ほどのターミナルでレスで見るっていうのももちろんできます。IBM のバージョン、はい、なんかありますよね、なんかそのアンサンプルのバージョン、はい、こういうのって今のやつだとなんか、はいはい、取ってきたアウトプットファイルから分からなそうな感じがするんですけど、どんな感じですか？確かにね、多分論文にはバージョン番号を書かないといけない。そうですよね、そうですよね、どっかあるんですかねそれね。ここでは分からない。今、加藤さんがおっしゃったのは、これよくまたこれも質問されるんですけど、ゲノムにバージョンってあるんですかっていうことを言われることがまあまああります。もう決まったらそれで終わりじゃないんですかみたいなことを言われるんですけど、そんなことはなくてですね、バージョンは日々変わっていくわけです、まあ、日々はちょっと言い過ぎですね、何ヶ月かの区切りを持ってですね、どんどん良くなっていくわけです。なので人のゲノムって言った時も、なんかこうやっておまけに後ろの方になんかいろいろもりもりってこう文字が書いてあるんです。これがいわゆるゲノムのバージョンなんです。なのでこれが違うと、いや同じデータでやったんだけど、例えばこれちょっとアンサンブルじゃないやバイオマートですけど、 UCSC なんかよくあるんです。あれもゲノムのバージョンが選べてですね、実は同じデータを見てたはずなんですけど、ゲノムのバージョンが違うと座標が違うので、結局マッピングされる結果が全然違うんですよっていうことがよくあって、おかしいじゃないか、これ UCSC がバグってるみたいなことを言う方いらっしゃるんですけど、よく見るとバージョンが違う、ゲノムのバージョンが違ってるだけだっていう問題が実は結構大きな問題であって、なので、まあ、例えばさっき金田さんがおっしゃったのは、これが保存されてないよね、ちょっと困っちゃうよねっていうことなんですね。なのでどうなん、まあこれがそのまま出てくればハッピーなんですけど、まあ、一応、まあ、実験ノートとかに、まあ、この日にこのゲノムのバージョンをメモっておいた方が後で何か確認するときに、まあ、そういう齟齬が起こらない可能性があるので、まあ、こういう情報っていうのは実は、まあ、ちょっと 見落としがちなんですけど、まあ、こういう条件でやったよっていうのは、まあ、結局実験の条件振りと一緒なんで、まあ、この辺をメモしておくと後々良いかもしれないし、論文を出した時にゲノムのバージョンかけとか言われると、え、あの時何だったっけとかみたいな話になると結構悲惨なので、まあ、こういうのをメモしておくっていうのは一つノウハウとして非常に重要なご指摘をありがとうございました。なのでこの辺実は重要です。でちょっとまた後で UCSC の説明するときにそこの
バージョンのところをまた説明します。であとは、ID のコンバージョンですよね。でちょっと難しいのはアンサンブルもバージョンが変わるんです。アンサンブルもバージョンが変わるし人のゲノムのバージョンも変わるんです。なんでそこちょっとなんとかしてくれると思うんですけど、まあ、なんとかならないみたいなんで、それぞれがそれぞれでこういろいろやってるので、まあ、ただ同じものをちゃんと使おうねっていう話はちゃんとあるんですけど、まあ、そういうもんだと思ってちょっと使ってください。でもここは単純にまあ元の ID とその変える先の ID を指定してやって Go って押せば変換表が出ると、まあ、そういう単純な機能なんですけど結構一筋縄ではいかない場合があるので、まあ、こういうでこれちょっと例が良くなくて、まあ、1対1でやっちゃってるんでここはすぐ出てくるんですけど、まあ、一応最大500個って書いてあるかな、500個までなんですけど対応表が取れるようになってます。であとは配列取得ですね。で結構この辺気が利いてて、まあ、こう字で書かれるとよく分かんなかったりするんですけど、実際それは遺伝子のどこなんだっていうことですよね。3プライム UTR ってどこだよって話で、まあ、ここですよ。で色がこう変わって非常に分かりやすい。上流ってどこですか、ここですよみたいな感じで出るので、非常に結構気が利いてて便利です。そのものこれなんかはアップストリームみたいなふうに書いてないんですけど、フランキングリージョンみたいなあれですね。でここにようやくアップストリームっていうのが出る。であとは全部いらないんだったらフィルターをして設定をすると。で何もしないと、まあ、その生物種の全遺伝子の配列が取れると。ここは先ほど来やったマルチファスタ形式、マルチファスタの形式でダウンロードされるんですけど、それの時のヘッダーですね、最初の説明文のところにどういう情報を書きますかっていうような、そういう内容を指定します。まあこの辺気にしないでもいいんですけど、何か追加で入れたいっていう場合はこの辺で指定してあげるとヘッダー情報が入ります。こういう感じですね。先ほど説明があったと思うんですけど、まあ、それに似た形式ですね。でこれ取得に時間がかかるって書いてあるんですけど、昔はなんかここをタワーで固めたようなやつで落とせただと思うんですけど、最近なんか落とせなくなってて、そのものをズバリで落としてくるので結構時間がかかるんですけど、なんで丸められなくなったのかちょっと分かんないんですが、ちょっとそこだけ気をつけてください。次は UCSC ですね。 UCSC は
かしいな。こういうタイトルですね。で、基本的にこういうなんか単純なファイル形式なんですけど、ここのですね、ここにこういうのを入れないとちゃんとできないんですけど、配布されてるデータだったりするとこれが入ってなかったりするケースがあると、まあ、そういうような注意喚起ですね。でこういうこれあの NCBI の GEO っていうあのマイクロアレイのデータですとか、まあ、最近だと NGS のデータも入ってるんですけど、まあ、そういう大規模なデータをレポジトリしてる、まあ、非常に有名な世界で多分一番大きなあのレポジトリがあるんですけど、そこを中を見に行くとあのもう実際にこういうの落ちてるんですね。なので、まあ、この辺のデータの探し方なんかはちょっとまた別の動画で、あの GEO の使い方っていうのでありますので、もしご興味ある方はちょっとそちらまた当たってほしいんですけど、まあ、今回ここにこういう目的のデータがあったとしてですね、じゃあその GSE21365 っていう番号がついたデータのこう配布されているビッグファイルを見てみたいという時にどうしたらいいかっていうようなものなので、もうやられた方いらっしゃるかもしれないですけど、まあまあこれ URL をそのまま叩くでもいいですし、まあ、めんどくさければこの ID で Google 検索をすると多分一番上にヒットしてくると思います。でここのアクセスページにアクセスをすると、まあ、なんかこんなふうにいろいろ説明文が書いてあるんですけど、まあ、下の方にこのサンプルズっていうところがあって、こんなふうに11メガぐらいですね、で置いてあります。でこれはどんなデータかっていうと、3T3L1 っていう、これはあのマウスの脂肪細胞核ですけど、まあ、それのメチル化状況を調べた、多分チップシークエンスかなんかで調べたデータなんですけど、で H3K4 のトリメチル化の意味だと思うんですけど、まあ、それの、ウィッグファイルなので、どこがどの量遺伝子のどの領域がメチル化されているかみたいなデータですよね、まあ、そういうの結構 見たいじゃないですか。で見たいんだけどなかなか自分で見ようとすると大変なんで、そういうのを UCSC ゲノムブラウザーにサブミットすると、あの UCSC ゲノムブラウザーのインターフェースでこういうデータが見れると、まあ、そういう話です。で先ほどのゲノムのバージョンの話ですが、それがここなんです。まあ、人の哺乳類の人のゲノムのアッセンブリーっていうのがそのバージョンのことなんです。で、これちょっと動画が古いので、今最新が2009年の2月版 GR の CH37 HG19 って書いてあるんですけど、これ多分今アクセスすると確か2011とかなんとかになってたんじゃないかと思うんですけど。というふうに日々というかですね、時間が経つと変わるんですね。これ今アクセスしてますけど、あ、このままですね。ごめんなさい、これが実は隠れてました。去年の暮れに新しくなってたんですね。なんで新しいのがないかっていうと、多分まだアノテーションっていうかその情報が少なかったりするので、実用に耐えるのはまだこの2009年のバージョンという多分配慮があって選べない、デフォルトになってないだと思うんですが、多分もう少しするとデフォルトがこっちになってこっち使いなよみたいな感じになると思いますけど、まあ、こんな風に UCSC だけでも 5バージョン、人のゲノムって言っても5バージョンあるわけです。だこれも実際あの細かいことを言い出すと論文に書かないといけなくて、あなたはバージョンいくつのゲノムを使いましたかで解析をしましたかっていうのがないと、言ったらちょっと巷で話題のその再現性がないわけです。
これでやると これでやったのとこれでやったのでは若干というか場所によっては全然違っちゃうっていうケースがあるので、やっぱりこれもそうなんですけど、何のバージョンでやったのかっていうのを記録しておくっていうのは一つやっといた方がいいと思います。はい、でこれはマウスのサンプルなので今マウスに切り替えました。でこの URL をここに貼るだけで実はできるんですが、さっきの呪文ですね、呪文をこの行頭に書かないといけない。 URL があってその上に、トラックタイプがこれですよっていうのを呪文を書いてあげて、でこれだけでもいいんですけど、あとはこのネームイコール、まあ、こんな風に書いてやると、名前、まあ、ネームなんで名前がですね UCSC のブラウザのところに出るので、まあ、後で振り返った時にこのデータなんだっけって時に名前が出た方がいいですよね。名前が出た方がいいので、こんな風に、まあ、ここは任意です、別にこの通りに書かなくてもいいです、自分が分かるように書いておけば OK なんですけど、まあ、私は今仮に H3K4ME3 と書きましたけど、まあまあ自分が分かるように書けばいいと思います。でこれ HTTP と FTP とあって、 HTTP だと多分なんかねこの辺が文字化けるので、FTP を使った方がいいと思います。この辺の話って何かやりましたっけ、中村さんのところでやりましたっけ、 HTTP と FTP と、ね、ちょっとやりましたよね。皆さん大体なんか2つぐらいあるんですよ、なんでしょう、ちょっと待ってくださいね、ファイルの取得の形式というか宣言の仕方みたいなのがあってですね、まあ、HTTP で最初やってみてダメだったら FTP でやるみたいな、そのぐらいのちょっとこうトライアル&エラーでやるっていうのがいいと思いますが、これです、 FTP と HTTP ってあるんです。で、まあ、物は一緒なんですけど、ちょっとなんていうんですかね、こう転送の仕方が違うぐらいで考えておいていただければいいと思うんですが、まあ、今回のケースでは多分 HTTP をコピペするとうまくいかないのでFTP でやってるんだと思うんですが、まあ、別に大して変わらないので、まあ、こっちがダメならこっち使うみたいなので今のところ認識としてはいいと思います。詳しい方、知りたい方は FTP でググってください。で HTTP との違いとかってやれば違いが出てきます。はい。でカスタムトラックっていうんですね、こういう自分の何か好きなやつを突っ込みたいときはアッドカスタムトラックです。これちょっと繰り返しです、まあいいか。でこれを追加してやって、でこれやられた方はちょっとどうでしょう、僕手元でやったとき 2,3 分かかったんですけど、今日の環境だともうちょっと時間かかってるかもしれないですよね。そしてうまくいくと、まあ、こんな感じでちょっと通り過ぎちゃいましたけど、こんな画面がうまくいくと出てきます。でダメだとなんかエラーメッセージがここに出てきます。でさっきの呪文を先頭に書かないとここでエラーメッセージが出て何のファイルか分かんないよみたいなことを言われたりします。でこの画面が出てれば大体 OK です。でこうなっちゃえばあとはもうクリックするだけで自分のデータが、これ UCSC の普通のビューですけど一番上にこんなふうに出てくると。でこの色が黒いところが多分メチル化している領域ちょっとトラック定義業の話になっちゃいましたけど、まあ、詳しいことを知りたい方はこの辺を見るともう少しこう色を変えたりとかいろんなオプションがここで設定できるのでちょっとこの辺を当たってみてください。なんかさらっと言っちゃいましたね。この辺はもう少し中身の話をしてなかったのかな。
ちょっと本来の中身の話がちょっとなかったですね。ちょっとこの辺で止まってますけど、これ全部これだけが見れてもあんま嬉しくないじゃないですか。で実際にどのぐらいね、この黒いのと灰色の違いがあるのかを見たい場合は、この辺右クリックをする、この上でですね、右クリックすると、まあ、こんな風にどういうビューで見せるかの設定ができるので、フルとかってやるとそのもうちょっと細かいビューでもう少し表示範囲が広くなって見えるので、まあ、この辺いじるといろいろ見れるようになりますので、この辺は実は別の動画で実際にこの UCSC ゲノムブラウザの使い方みたいな感じで細かく解説を、まあ、これ以外カスタムトラック以外にですね細かく説明をしてますので、そっちをちょっと見ていただくということで、今回の動画ではあんまり説明をしてません。 IGV インストールのところは多分大丈夫ですよね。まあ、この辺のページからログインして適切なやつをとしてきて、まあ、こんな感じに、これ Mac ですけど多分アプリケーションかなんか入れるんですかね、 Mac だと、まあ、そうするとこんなこれが起動すればうまくインストールはできてるよと。でゲノムのこのここにもやっぱりバージョンが出てきますので、HG18 は1個前のやつしか今のところ載ってないので、これをこの作業で新しくして使用としています。ただこの辺も回線さえ許せばポチポチしていくだけでデータゲットできるんですけど、まあ、結構遅いので、まあ、別で取ってきちゃうっていうのが、ダウンロードシーケンスとかってやると、これ1個前で HG17 のやつですけど、もう全部取ってこれるようになってます。なのでこの動画では今やってませんけど、もうすでにある程度やってます。なのでまあ明日以降、来週以降実際にこれを使うので、この土日で休みのうちにご自宅かなんかで最新版にしておくっていうのもいいのかもしれないです。そうすると来週以降これが簡単に動くようになると思うので、でこの辺はちょっとあんまり面白くないっちゃ面白くないんですけど、大体この操作感というか、どうやっていろんなビューを展開していくかみたいなのをちょっと今節丁寧に解説してるところですけど、まあ、大体この辺を押さえておけば来週以降の講習で操作でつまずくところはないんじゃないかなというふうに思います。この辺も IGV も大丈夫ですかね。ちょっと当たり前の話なんですけど、結局手元に全部のデータももちろんハードディスクを圧迫しちゃうんですけど、手元にあれば非常に高速に動くんです。ただやっぱりそうするとハードディスクを食うので、どっちがいいかですよね。自分の環境をにデータを落としてくれば早くはなるんだけど、ハードディスクがいっぱいになっちゃう。だけどウェブに置いておけば自分のハードディスクは楽なんだけど、動作がどうしてもその都度読み込みに行くので遅くなっちゃうっていうところがあるので、もううちのインターネット回線は高速だよって場合はローカルに置かない方がハッピーかもしれませんし、いやいや全然細くて話にならないって場合はどっかでダウンロードさせてもらってローカルにデータを置いておいた方がサクサクストレスなくいくと思います。
構そのなんて言うんでしょう、まあ、こういうこのツールに限らないんですけど、右クリックを使うとですね、なんかいろいろこうオプション選べたりすることが多いので、まあ、とりあえず右クリックしてみるとですね、いろいろ見た目全然でなさそうに見えるんですけど、あの実は右クリックでいろいろ展開ができるっていうツールがなんか割と多いような、これ私個人の印象なんですけどあるので、あのなんか何ができるのか分かんないときはなんか右クリックしてみると道が開けたりしますので、実は IGV は配列を取得するっていうことも実はできて、まあ、こういう遺伝子のこの部位のエクソンだけ取りたいとかっていう場合にですね、わざわざアンサンブルとか UCSC とかに行かなくても、ここの見てるこれが欲しいんだよっていうのがこれでできると。ということです。だいたい今4時50分なんですけど、だいたい皆さんできたということで、3つとも全部終わりましたか？大丈夫ですかね、まあ、ちょっとまばらに戻ってきてない方もいらっしゃるみたいなんですけど、あのもうお疲れ様でした。あのもう5時過ぎまして、皆さんから疲労の色が隠せないっていうのが非常に私分かりますので、心苦しいですが残りのセッション行きたいと思います。もうあとはですね、本当にすいません、宣伝というかですね、あれになるので、肩肘張らずに、もう眠い方は寝てて構いませんので、あとで元気に明日朝元気になってから私の資料を見直していただいて、あこんなこと言ってたんだっていうことが分かるようになってるというか、もう特に何かやるわけではないので、そんな感じで受けていただければ幸いです。それでですね、こういうことなんです。統合 DB ってなんだっていう話ですね。なんで、まあ、いろいろですね、組織がある、いろいろあるんですけど、まあ、それを統合しようよっていうのが一つの、まあ、大きなテーマだったんですけど、まあ、統合言ってる間にセンターが2つもあるじゃないかみたいなことを言われるんですけど、そういうご指摘ごもっともで、中の人もそう思ってます。なんで統合って言ってるのにセンター2つも作るんだっていうね、もう本当思いますよね。私も思います。なんとかしていってる途中の過渡期だという説明を私受けてますので、まあ、そう信じたいんですが、もうちょっとするとより良い研究環境ができるんではないかと信じておりますが、まあ、現状ですね、今こういう感じになっております。で、私いるところ、DBCLS と言いまして、今ですね、柏にメインのラボがありまして、でもう一つ我々先ほどの某の中里の他2人いるんですけど、5人はですね、ちょっと三島の方で DDBJ ともう少し連携しなさいっていうような形でやってるんですが、まあ、一応2箇所ありました。で、この、講習会を主催しているのはNBDC バイオサイエンスデータベースセンターっていうところの主催で今回やっているわけなんですが、まあもともとはですね、歴史的経緯を言うと、先に実はこの DBCLS っていうのは先にできたんです。できたんですけど、まあもろもろの都合があってですね、実際にこの予算をつけたりですとか、あと戦略を考えたりとかっていうのを分けましょうっていう話に一応なったんです。まあ、いろいろ歴史的経緯がありまして、で一応そこからスピンアウトっていうかこうできて、でこれが今メインで表立ってると。で我々はですね、縁の下の力持ちというか、その統合を実現するための、技術開発をしましょうという、そういうセンターになりなさいということで、こういうのができてます。でまあこの辺は知らなくてもいいです。興味ある方はちょっと見てください、この辺をね。で実はこの辺に資料があるんですけど、もうこの辺の経緯を詳しく知りたいということは、結構充実した PDF がありますので、ちょっとお役所の文章なんですけど、よくまとまってると私は思いますので、もし
こいつら何やってんだっていうことがあれば、ちょっとこの辺を探っていただけると情報ありますので、この辺にしたいと思います。で、皆さんユーザーからしてじゃあ何が皆さんに恩恵があるのかっていうところなんですけど、こういうことなんですね。皆さんやっぱりこういう講習会もそうなんですけど、必要なデータベースが見つからないとか、見つかったとしても今度は使い方がわからないとか、じゃあ今度使い方分かっても、じゃあそれをどう組み合わせていけばいいんだよっていうのが実際現場の声としてはやっぱもうほとんどこれなんですね。でこれを称してなんかデータベースを統合するとなんか素敵な結果が出てくるんじゃないかみたいなことを皆さん考えられてると思うんですけど、なかなかやっぱりいきなりこうね、何かを入れたらポンって結果が出てきたら研究者いらなくなっちゃうので、それはなかなか難しいんですけど、それを楽にするような仕組みを作れるんじゃないかっていうのでこれが始まっています。でこれをうまくいくと、データベースを効率よく利用するために、その環境を整備してやろうじゃないかっていうところが、この統合データベースの、その意味するところというか理念だというふうに私は思っています。それで、ライフサイエンス統合データベースセンターってこういうウェブページで最近リニューアルをしました。で、ここでこいつらが何をやってるかっていうのは、先ほどの統合 TV と DBCS の知名度の違いを見てもですね、明らかな通り非常にマイナーなところなんですけど、一応こういうところでやっておりまして、もうちょっと我々について詳しく、せっかくの機会なんで知りたいよという方はこの辺に何をやってるかっていうのをちょっとちゃんと書いておりますので、今日じゃなくても構いませんので後日振り返っていただければなと思います。この下の方にですね、我々が提供しているサービスの一覧みたいなのもありますので、今回講習を受けていただいてちょっと DBCLS なかなかいいことやってんじゃないかと思っていただけたならばですね、他のサービスもいろいろ使っていただければなというふうに思います。で今日はちょっとその辺のサービスを中心に、また今日というかこの5時からのセッションは説明をしていきたいと思います。でバイオサイエンスデータベースセンターの方はまた別でこういうホームページがありまして、割と何て言うんですかね、実際センターのホームページなんですけど、我々のとまたちょっと違って、もうすぐにこう検索ができるようなインターフェースになっています。なので、多くの人はこちらからアクセスしていただくのが、本来的にはいいんですけど、リンク集だと思っていただければ幸いです。でこの一番上に丸をしたんですけど、ここにその生命科学分野全体のデータベース統合って書いてあるんですけど、さっきのそのデータベースがどこにあるかわからないとか、じゃあどういうデータベースがあるのかそもそもわからないんだけどっていうケースがありまして、それをですねこの解決するのにこういうインターフェースを作ってます。でこの辺ちょっと適宜私喋ってますけど使ってみてください。でちょっと止まっちゃったらそれでちょっとしょうがないんですけど、ちょっとテストも兼ねてこういうインテグバイオデータベースカタログみたいなのがあって、ちょっとご自身の自分の興味のあるキーワードなんかを入れてみていただきたいんですけど、なんかこんな風にデータベースを一覧から探すっていう、本当カタログなんです。辞書をこうペラペラめくってって、データベースってそもそも何があるのかなみたいな、そういう視点で探すっていうようなニュアンスです。で先ほどそのバイオ系データベースの基本ってことでいくつか挙げたんですけど、あれ以外にですねものすごい数のデータベースだったりウェブツールがあるわけなんですけど、それぞれ一個一個見ていくと大変なので、じゃあそれがじゃあ人のデータベースなのかマウスのデータベースなのかみたいな、これで動物別ですとか、あとは例えばこうカテゴリー対象は何を対象にしているのかとか、ゲノムのデータベースなのかそうじゃなくてタンパクのデータベースなのかとか、であとさらにもっと言うと、じゃあそれはなんか配列をデータベースしたものなのかとかっていうような、何かこうどん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 絞り込みをしていって、じゃあそのデータベースがじゃあ実際に世界中にあるのかないのかっていうのを調べていく。でなかったらこれ自分で作るしかないんですね。そういうもんなんです。なのでじゃあそれは研究になるかもしれないですよねとか、自分でデータベースを作る必要はないんですけど、あるかないかを知るっていうのは一つ重要なことで、それが分かるようになっています。でちょっとバーッと話していっちゃいますけど、検索できてます。大丈夫ですかね。結構これもね、あれなんです。これから紹介するサービスはやっぱり今まで紹介してきたサービスと違って、やっぱりまだねサーバーが貧弱なんですね。なんで多分80人で一気にやると本当に止まるということがあると思いますので、もし調子悪かったら少し様子を見るなり、ちょっと挙手で教えていただけるとなんとなく状況が分かってきますので、こういうものが
あります。あとですね、もう一つこの生命科学データベース横断検索っていうのがあります。この2番目ですね、データベース横断検索で、これは何かっていうと、データベースのカタログじゃなくて今度は Google 検索みたいなもんなんです。でもですね、まあ、私先ほど来ずっとググれググれってずっと言ってると思うんですけど、皆さん経験したことあると思うんですよ。ググってもな、そんなお前らググれググれって言うけどいい結果出てこねえぞっていう、どうですか、ないですかね。そういう経験が終わりだと思うんですけど、それは結局例えばですね、高血圧とかってやると、まあ、もちろん有用な情報も出てくるんですけど、世界中に高血圧のことを気にしてる人っていっぱいいるんですよね。生命科学者以外に高血圧を病気になってる人もいるだろうし、高血圧をなんか商売にしたいと考えてる人もいるかもしれないし、まあいろいろいるわけです。だから世界中の人がウェブを構成しているので、やっぱノイズが入ってくるということで、高血圧の何かそのメカニズムを知りたいのに、なんか変な保険のサイトに行っちゃったとか、まあ、そんなことがよくよくあるんじゃないかと思います。ということで、ここの意図するところは、生命科学のデータベースに限定をしてある、例えば高血圧なら高血圧を調べればノイズが最初からないので、ある程度自分の知りたい情報に早くたどり着けるんじゃないか、まあ、そういうような考え方です。なので、じゃあ実際、ごめんなさい、これね、講習会用っていうのが実はありまして、本ちゃんはこれなんです。ご自宅でやっていただくのはこれで構わないんですけど、今日は講習会用と称してですね、この DB サーチアンダーバーニューニューっていうのがあります。今日はちょっとこっちの方で、ちょっとテスト版なんで、ちょっと挙動が違うこともあるんですけど、ちょっとこっちでやっていただいた方がいいらしいということなんで、ちょっとこっちでやってみてください。なんか気に食わんって方はもうこっちでやっても、こっそりやってもらっても構わないんですけど、まあ、こっちになるべくやっていただいて、でそうすると、まあ、例えば高血圧とかって検索をするとですね、まあ、これいいところは一つこう注目で、高血圧を英訳してくれる。高血圧英語で言うとハイパーテンションって言うんですけど、まあ、いちいちこれを高血圧って英語でなんだっけとか、英語のやっぱり高血圧の英語の情報はハイパーテンションで検索しないと出てこないんですけど、これは勝手にですね、英訳もしてくれて、両方こういうふうにハイパーテンションってここ色が変わってると思うんですけど、まあこんなような感じで日英大訳を作ってくれて検索をしてくれると、まあ、そういうのが一ついいところです。あとはまあ大体その検索してるのがどういう素性のデータベースなのかなんていうのがこの辺に出てきます。これ一番上に出てきてるのが今新着論文レビューっていうウェブサイトがありますけど、まあ、それは例えば統合 DB のプロジェクトでやられている何か文献のデータベースの結果にヒットしましたよ。でそう、なんかこの辺は後で紹介しますけど、なんか最新のそういう高血圧に関する研究の論文のデータなんだななんていうのがこう見れますし、あとそれ以外に例えばこの辺下見ると、難病情報センター、病気の解説難病情報センターの何か高血圧のデータが出てくる。で多分なかなかこういうデータって Google 検索で言うと上位にヒットしてこないと思うんですよね。まあ、ものによると、もちろんものによると思うんですけど、そうすると埋もれちゃうような結構有用なデータって実はあるんですけど、まあ、こういうライフサイエンス分野に限って限定して検索をすることで、なんかこういうずっとずっと Google 検索で1ページ目2ページ目3ページ目とかってやってるとちょっと気がめいってくると思うんですけど、まあ、そういうことしなくていいというようなニュアンスで、これを公開しています。これも最近インターフェースが変わってちょっと Google っぽくというか、こう真ん中に検索ウィンドウがあってっていう単純なインターフェースになりました。で、旧バージョンっていうのはここにあるんで、まあ、こっちやっていただくと昔のバージョンが出てきますけど、多分こっちの方が使いやすいは使いやすいと思います。で、あとは、ここ3つ囲いましたけど、最後はこのデータベースのアーカイブ事業もしてます。これなんでこういうことしてるかっていうとですね、データベースって皆さんご経験あるかもしれないですけど、非常にですね研究費がつかないんですよ、データベースを開発しても。
作っただけでいいだろうと思われるらしいです。お金をくれる、研究費をいただけるところから、だから作ったらもうじゃあそれでおしまいみたいな感じで、我々ずっとこう言ってるんですけど、結局維持管理していくのがデータベース事業の肝であって、じゃあ今年だけあったからいいかっていうと、もう来年もなきゃいけないですよね、有用なデータベースだったら。ですよね。今年見て、あ、来年見てみようと思ったら、あ、もう予算が切れたんでなくなっちゃいました、じゃあね、お金をドブに捨てたのと一緒で、何の意味もないので、まあ、それをじゃあ私たちの方で、そのなんて言うんでしょうね、永代供養しようというような感じで、そうなん、いやいや本当そうなんですよ。そういう永代供養できるとこないんですよ。今までなかったんです。だから本当に泣く泣く、こう海に散骨をするしかなかったんです。なんですけど、やっぱりちゃんと供養してあげれば、誰かどこかで使う日が来るかもしれないということで、こういうアーカイブもしないといけないということで、まあ多くの人はあんまり使う場面もないかもしれないですけど、ちょっとこの辺見てみると、もしかしたらいい、あとデータをですね丸ごと全部ダウンロードできたりもするので、もう一回例えばこれを発展させて何か研究になんていう場合はですね、ここからダウンロードもできると。で、実際にご自身でデータベース作ったんだけど、ちょっとこれから管理していくのは厳しいなって方は、この辺でちょっと問い合わせていただくとですね、我々の担当者が飛んでいって、ぜひここに入れましょうっていうような形になりますので、まあ、もしそういうこれから例えば NGS 解析をしてデータがいっぱい出たんだけどどうしようなんて時に、もしちょっと頭の片隅にこんなことやってたなっていうことが思い出しましたら、この辺ちょっとご活用いただければなと思います。はい、まあ、とりあえず大きなまあ、それ以外にこうサービスあるんですけど、いわゆる生命科学全体 のデータベース統合の動きとしては、まあ、代表的なこの3つがありまして、基本的にはこういう活動をしております。で、あとは割とその分野分野の個別の問題にそれぞれ対応していくような感じの活動をしておりますが、まあ、その一つはですね、先ほど来出てきてますけど、こういうデータベースの講習会を実際に、我々がいくらですねウェブでいいデータベースを作ったり、技術開発をしてもですね、使ってくださる方がいないと、もうこれ絵に描いた餅で何の意味もないと。だから実際にやっぱりこう現場に来てですね、皆さんがこうああでもないこうでもないっていろいろトラブル起きると思うんですけど、やっぱそういうもんだと思うんですね。だからそれを実際に現場で解決していくと、まあ、もちろんなかなかね1000人2000人でやることはできないんですけど、草の根的にですね、各地方の大学を行ったりとかして、まあ、今回80人でこういらっしゃいますけど、これかなり多い方で、まあ、いつもは大体多くて50人とかで、少ない時は20人ぐらいですけど、まあ、結構それで講師が行って、まあ、同じような感じで話をして、手取り足取りやるというような活動をしてます。で、やってるだけじゃなくて、これ一つ特色は全部その講義のレジュメが全部残ってるということなんです。今、すでにですね、50回ぐらいもうなるんですかね、アジャックス50ぐらいまでになったと思うんですけど、まあ、つまりは50回ぐらいどっかでやってるんですね。なのでそれぞれ全部これですね、今載せたんですけど、これはアジャックスの48って書いてますけど、つい先、あれは7月ですね、信州大学での医学部でやったんですけど、これたまたま初日やったの中里さんがそこで喋ったんですけど、次世代シーケンサーと関連するデータベースツールということで、まあ、今回来られてる方なんかも興味あるんじゃないかなと思うんですけど、この辺は今回彼は話をしなかったんですけど、まあ、実際にどういうデータが巷にあるんですかみたいな、そういうような、それはデータをどうやって使えるんですか、探せるんですかっていうのを実際実習したという内容になってます。なのでこれを順に追っていけばですね、ある程度こう実際に講習に行かなかったけれども、もう一回追体験できるというか、そういうようなページになっております。なのでこれ自体が、まあ、教材になっていると、まあ、講習会をしてそれを教材を貯めていくと。で、今回の加藤田さんの講習会なんかもかなり充実したページがありますけれども、まあ、結構こうやってウェブに残していくと、まあ、どこかの誰かがググって探してたどり着いて救われる方もいらっしゃると我々とは信じてまして、まあ、こういうようにデータをその講習会の実践的な講習資料とか手順書を貯めていると、まあ、そういう活動の一つです。で、ちょっとここからはもう総括的な話をいろいろするんですが、
新着論文レビューって、これも我々のトップサービスの一つなんですけど、ご存知ない方いらっしゃいますか？あ、これは結構いるんですね。あのこれ場所によってはですね、東宝 TV よりも有名なあの DBC レースのトップサービスで、これも DBC レースがやってるって知られてないサービスの一つです。でこれはぜひ覚えて帰っていただきたいもので、まあ、何かといえばこれ書いてある通りなんですけど、まあ、トップジャーナルですね、まあ、ネイチャーセルサイエンスみたいな、まあ、誰でも知ってるようなそういうトップジャーナルに掲載された日本人を著者とする論文について出てすぐにですね、うちのスタッフが、こういうものがあって日本語でレビューしてくれませんかっていう依頼をするわけです。でそして OK でいいよってことになれば、実際に一から書き下してもらってですね、ただの英訳ではなくて日本語訳ではなくて、そこはあの科学分野 の編集者がいましてですね、非常に厳密な編集を加えて一般の人でも分かりやすいような日本語に書き換えてですね、で公開をする、そういうサービスです。で無料で、もちろんなんですけど、無料で誰でも自由に閲覧利用できるということで、今もうどうなんでしょう、700本800本ぐらい あるというふうになってます。でこれも実際に今アクセスしてですね、何本か見ていただけると、まあ、私の話を聞いているよりも分かりやすい、もう見ればすぐ分かると思うんですけど非常に多岐にわたる分野の論文が掲載されています。である程度、まあ、ネイチャー・セル・サイエンスみたいなところに出てきてるんで、ある程度、まあ、インパクトがあったり、すごい結構大きな仕事だったりが、やっぱり日本語で読めるっていうのは一つその、まあ、やっぱり英語で読まなきゃ、原著読まなきゃダメだよっていう方もいらっしゃるんですけど、やっぱりちょっと自分の専門分野を外れると、やっぱりなかなか英語の論文を読んで、ああなるほどみたいなことって、なかなかやっぱり日本人は日本語を母語とする人はなかなか難しいところがあって、やっぱり日本語で読めればそれは日本人としてはいいわけで、なので、結構自分の分野外のなんか最新のトピックを知りたいっていう場合に非常に重宝されています。で、まあ、トップジャーナルに出たっつってもどのぐらいで出てくるのっつうと、これ驚きのですね、まあ、いろいろばらつきはあるんですけれども、およそ1ヶ月以内には出てきます。例えば今週出たネイチャーの日本人の論文があったらば、まあ、来月にはおそらく OK って言ってくれないとまたちょっと別なんですけど、 OK って言ってくれた場合に限っては1ヶ月以内にここに載ってくるということがあるので、この辺のブログ、まあ、これブログなんですけど、これを非常にウォッチしておくと思わぬ解説が読める可能性があります。でもう一つはこれ新着論文なんですけど、もうちょっと今度はレビュー、もう両方レビューなんですけど、大きないわゆるその論文誌でいうところのレビューですよね。もうちょっとこう概説したような論文では、ごめんなさい、レビューですね。この生命科学分野において注目される分野だったり、学問領域における何か最新の研究成果について第一線の研究者にレビューをしてもらうっていうのがこのリーディングオーサーズ、まあ、ちょっと見た目似てるんですけど、まあ、ほぼインターフェースは一緒です。こういうブログがあります。だこれはもうすぐ個別の論文なんですけど、こっちは割とこう分野を俯瞰したようなレビューになってます。でこれ今20本か30本ぐらいなんですけど、溜まってきています。で細かいことなんですよ、この辺にちゃんとこう DOI の番号がついたりして、ちゃんと引用ができるようになっています。あとこう PDF を落とすとですね、なんかこう冊子体みたいになってて、綺麗にレイアウトされてる段階でも見れるので、ダウンロードして例えばスマートフォンで見たりとか、まあ、そんなようなこともできるように、読み物としても単純に面白くなっていますので、この辺をぜひご活用いただければなと思います。はい、ちょっと目まぐるしく変わります。で今度はですね、これアリーと読みますが、今度はこれ何かというとですね、もういわゆる略語ってあるじゃないですか、まあ、NGS も略語ですけど、こう我々はここにいる人たちは NGS のデータがさって言ったら、ある程度頭の中で保管をしてですね、あ NGS、 あ次世代シーケンスの話ねって分かるんですけど、これちょっと分野が離れると NGS って何って言われるわけですよ。っていう経験ないですかね。ちょっと分野が離れると略語って意外にこうシェアできてないことがあってですね、まあ、それを
実はこういう文献の情報を利用してですね、略語とその正式名称の組みをですね、検索できるっていうサービスなんですね。でこれも実際にじゃあ皆さんこれアクセスしてですね、使っていただきたいんですけど、まあ、よく例でここ出してるんですけど SPF って例で出してます。でこれちょっと検索してみてほしいんですけど、 SPF がさーって言われた時に皆さんどう思い浮かべますか。 SPF なんでしょう。 SPF これはかなりその分野だったりあれによって話が変わってくる有名なあの略字なんですけど、で SPF って多くの人は普通の人とか一般の方は SPF っていうと日焼け止めのサンプロテクションファクターなんですね。サンプロテクションファクターあるじゃないですか、数字がね50とか、もうちょっと時期が過ぎちゃいましたけど、あれを指してるんです。だから SPF がさっていうと、あ日焼け止めの話なんだって分かる人が大、まあまあ SPF って分かるかどうかはちょっとまた別としてですけど、化粧品会社の人と話をした時は多分 SPF って言えば、あそういう話なのねって分かるんですけど、これ例えば生物の分野だと SPF っていうとまたちょっと別の単語があって、スペシフィックパソジェンフリーみたいなのも SPF、 SPF 豚とか SPF マウスとかってこう言うわけじゃないですか。なので意外にそのみんなが共有してると思ってる略語も実はそうじゃないとかっていうのが簡単に分かると。でいつ頃その SPF って言い始めたのかなんていうのが実は分かると。それがある略語が最初に文献に登場した時期を知るって書いてあるんですけど、この今資料の例はまさに NGS で検索をした結果なんですが、誰が一番最初に NGS って論文に書いたのかっていうのが実はこれで見ると分かるんです。そうすると2008年に出てきたらしい Next Generation Sequencing The Race is On っていう、なんかちょっとすごいなんかいい感じの論文があるんですけど、だから2008年ぐらいから NGS って言われ始めた、6年ぐらいも経ってるんだなみたいなのが分かる。で他の分野に行くと NGS って言った時にちょっと違っちゃうんだよなんてのが下の方に書いてあって、なんか眼科学だと目ですね、目のあれだとナチュラルガイドスターとかのことを NGS って言うらしいですよ。だから眼科学会とか行った時に NGS って言うとちょっと混乱するのかなというような感じだったり、まあ、その下はなんかアレルギーの分野とかで出てきます。あ、これはあれですね、普通にノーマルゴートセーラムなんでヤギの血清の話ですねみたいな感じで、まあ略語といってもいろいろあるよという、まあ、そういう展開情報が分かりますというそういうサービスです。この辺なんかは論文書くときにその例えばイントロダクションでその言葉がいつ出てきたかみたいなのって結構いると思うんですけど、まあ、そんなときにいちいちパブメド検索をしてると意外にこういう情報ってすぐ出てこないので、まあ、そんなときに使っていただければいいのかなと思います。でもう一つその論文書くときに便利系ツールとしてですね、これはちょっと読み方難しいです、インメキシスって読みます。インメキシスはですね、ちょっとこれ名前あんま良くないんですけど非常に使えるサービスで、何をやるかというと生命科学系の文献によく出てくる英語の表現をですね一文字ごとに入力するとその保管してくれるっていうサービスなんです。これもちょっとまあ文字で読むとよく分かんないと思うんで実際にこれアクセスしてみてやってみてください。でもう英語がですね達者な方はこんなの使うことないんですけども、やはり日本語が母国語の我々はですね、いわゆるよく困るのが前置詞問題ですね。これよく言われるのは be associated with だっけ to だっけ in だっけ with だっけみたいな、ここ悩むわけです、論文を書くときに。そういうときに多分たくさん出てくるのは正解だろうという、そういう考え方です。で多分なんか少ないやつでしかも日本人のオーサーしかいないようなやつは多分間違って使ってる可能性が多いみたいな、そういう集合値みたいなものですよね。なのでそういうふうに使っていただくと非常にいいです。でこれも実際今 be associated まで打ってるんですけど、で自動で下の方にこんな感じで with とか with the とか with a とか with an とか、なので with がまあほとんどなわけですね。だから多分じゃないですね、ほぼ associated の後に続くのは with で間違いなさそうだっていうのがなんとなくわかる、なんとなくじゃないですね、わかります。
でこれリンクをクリックするとさらに飛んで、実際にあの狂気表現が分かるようになって、ライフサイエンスディクショナリーのプロジェクトって昔あったんですけど、ご存知ですかね。ライフサイエンス辞書って結構有用なサービスが、まあ、今もあるんですけど、そっちの方に飛んでですね、実際にどの論文のどの箇所にその表現があったのかっていうのを前後の文脈で相当したりとかできるサービスがあるんですけど、そこと連携をしてですね、使えるようになってますので、まあ、論文を書くフェーズになった時に、あ、英語ちょっと書くの嫌だなっていう時にこういうのを使うと少しでもその筆が進むようになサービスです。あ、でまたちょっと、ごめんなさい、話、あ、そこそこ、あとですね、ごめんなさい、今度またちょっと話が変わります。でこれ覚えていた方いたら大変嬉しいんですが、これ私が作っております、レフェックスと言います。でこのレフェックスなんですけど、これはまたちょっと使うフェーズが違いまして、これどっちかっていうとその何ていう、実験計画を考えたり、あと実験解釈をする段階で、いわゆる遺伝子発現のデータを調べたいっていう時に、まあ、僕らは割とこう生データ転がってんだから自分で検索してやればいいじゃんとかっていう人いるんですけど、なかなかそうは言ってもできないですよねっていうところから始まってまして、もうポチ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 クリックをしていけば、ある遺伝子の発現状況が分かればいいよねっていう人もいるわけですよ。ある例えば A っていう遺伝子が、例えばこうこうこういう条件だった時にこういう発現パターンでしたっていうのが、ある程度それだけ分かればいいっていうニーズもあるらしいということを調査しまして得たので、それを実現するサービスです。で今はまだちょっと過渡期というか、最初の段階で今現在提供しているのはですね、この40種類のいわゆる人体の正常組織、心臓ですとか肝臓ですとか皮膚ですとか、まあ、そういう臓器ありますよね。で臓器を、こう網羅的にですね、発現解析したようなデータを、もうすでにオープンにどなたでもアクセスできる、まさしくその先ほど説明した NCBI-GEO とかに載っているような公共データベースから我々がこれだと思ったやつをですね取ってきて、で解析をして、で皆さんにこう見えるようにポチポチクリックするだけで分かるように整理して並び替えたものです。で一応現在は今ちょっと人って言っちゃったんですけど、人とマウスとラットの3生物種にちょっと限定してるんですけれども、まあ、それぞれの生物種の正常組織を結構こうバーッとたくさん取ったようなデータっていうのは、まあ、ちょっと数は少ないんですけど、まあ、いくつかありまして、それを今提供しています。でこれはこの間50人でアクセスしたらサービスが落ちましたので、まあ、ぜひちょっとそれで改善をしたので、まあ、今回、まあ、今やっていただいてですね、まあ、どうか試していただきたいんですけど、ちょっとせっかくなんでこれはやりましょうか。レフェックスですね。レフェックスでこれ一つですね、何で検索してもいいんですけど、一つ特色はですね、いわゆる生物屋さんは組織特異的遺伝子とかってよく好きなんですね。肝臓特異的遺伝子とか、何でしょう、心臓特異、心筋特異的遺伝子とかっていうの結構好きで、すぐ調べたくなるんですけど、意外にその情報ってなくて、意外にまあ、都市伝説とまでは言わないですけど、その論文に書いてあったとか、論文はじゃあ何を見てそう言ってるのか分かんないんですけど、まあそうらしいよみたいな感じで、まことしやかに口頭伝承され続けてきたんですけど、これ一つ目指すところは、バイアスのない測定データで実際に全部並べてみたら本当にそれは特異的なのかどうかっていうのをワンタッチで見れる。でここに臓器の絵がありまして、これ一個なんか適当にですね、何でもいいんですけど、こうマウスオーバーするといろんな臓器の絵が出てきますので、ちょっと自分が知りたいやつをですねやってみるといいと思います。まあ、一番なんか分かりやすいのは肝臓だったりするので、肝臓とかって押すとですね、こんなデータが出てくるわけです。でちょっと肝臓の専門の方いらっしゃるか分かんないんですけど、でこれはリーズナブルかどうかはちょっと分からない。でこれは逆に言うと、その本当にバイアスがなくて、これを探そうと思って出してきたわけではなくて、データを全部さらって、外れ値みたいになってるところを検出すれば、こんな感じですね、すれば多分それは
組織得意的なんじゃないかっていう、そういう探し方です。だから生物バイオロジカルに正しいかどうかはとりあえず置いといて、バイアスのない測定データを、まあ、こんな風に処理をしたら、まあ、こんな発言パターンを示してますよ、まあ、それは組織得意的じゃないですかっていうような提案ですので、ここに載ってて実験したけど組織得意的じゃなかったじゃないかって言われると、あそうだったんですかと言うしかないんですけど、一応その目安としてですね、考えていただければいいんですけど、まあ、こんな風に、でもまあ、ちょっと見てみるとですね、当たらずとも遠からずというか、ちょっとそれっぽいようなのが出てきているんじゃないかと思います。で皆さんちょっとお手元のですね、別に肝臓に限らず、ご自身ちょっと詳しい、まあ、私はじゃあ脳の研究家だからちょっと脳で調べてみたいとか、あと例えば、まあ、心臓とか骨格筋とか調べてみてどうだとか、あと例えばかなりその組織特異性が高い臓器として結構有名なのは、例えば精巣とかだと結構割と全然独自のこの機能を持ってたりするので、全くこう他の臓器で出てないようなやつも出てきたりします。でこれは今検索結果なので、今十分類しか出てませんので、ちょっと精巣の場合特に出てないように見えるんですけど、この辺ポチッと押すとですね、今度40分類に展開をして詳細に見えるようになります。でそうするとこのアンキリンリピートドメイン7っていうやつは、ここにちょっとピンって立ってますけど、他の臓器で全然出てないんですけど、まあ、ジーンチップの測定データでいうと、もう全然ここ精巣だけでバーンと出てる。であと最近加わった RNA シーケンスのデータは、イルミナのボディマップっていう、まあ、まさに人体のイルミナさんのシーケンサーの宣伝で、人体のそのこそ正常組織を全部というかいくつかこう網羅的に測定したデータがあるんですけど、それを実は載せていますので、ジーンチップだけだとやっぱりこう、例えばこの辺バーが立ってるんですけど、これはやっぱりマイクロアレイのそのノイズなんですよね。バックグラウンドが高く出ちゃうっていう、その実験手法の弱点みたいなところがあって出ちゃってるんですけど、 RNA シーケンスはあればあるし、なければない、シーケンスできないので、ほとんどゼロにこう近いんですけど、精巣だけでこうバーンと出てると。まあ、こんなようなのがこれだけが分かればいいっていう人も多くいて、もうこれに特化したサービスです。なので自分でこのデータをですね、自分で正規化をして整理をして見れば同じデータは見れるんですけど、そこまで労力を割くのはちょっとしんどいなっていう方向けにこういうのを作っています。ちょっとこればっかり紹介するのもあれなんで、この辺も使い方の動画が統合 TV にありますので、ちょっとこの辺を見ていただいたりしながらですね、使っていただければなと思います。すいません、はい、実験のデータとかデータについてのこう、情報とかはないんですか。元のデータが何かとか、はいはい、それはもちろんあって、この辺のですね、この辺に今ちょっと説明はしょっちゃったんですけど、4つの実験手法がそれぞれこうあってですね、まあ、それぞれオリジナルデータがこんな感じで、これらのデータを使って、やってるので、このデータをたどっていけばですね、全く同じデータは作ることができます。で我々が解析したデータもダウンロードで全部丸めてあるので、こっちを使ってもいいですし、いやいやこのやり方はちょっと良くない、ちょっとダメだって場合はオリジナルデータからやっていただくというのが良いと思います。今ちょっと EST のオリジナルデータのリンクが切れてるので今ないんですけど、ちょっとこれはまた直します。で1ヶ月以内ぐらいにですね、ちょっとケージのデータがアップデートされまして、ご存知の方いるかもしれないですけど、理研のファントム5っていうプロジェクトがあって、あれは細胞株とか、まあ、組織もそうなんですけど、細胞株、初代細胞、初代培養細胞とかを、まあ、5、600種類全部まとめて網羅的にやっちゃえみたいな、シーケンスしちゃえみたいな、そういうやんちゃなプロジェクトがありまして、それのデータをここのレフェックスに載せることになりましたので、まあ、その今ちょっとこの今のケージのデータをちょっと片手打ちみたいなところがあるんで、ちょっと近日中にその辺がアップデートされて公開できるようになると思いますので、そちらもちょっと合わせて ご活用いただければなと思います。すいません長くなりました。
というサービスです。であとはこれですね、はい、ボーノさんのところでいくつか出てきましたけど、ググルナ、ゲゲゲの、もうちょっと本来はここでこう笑いが起きるはずなんですけど、あのちょっと先にねもう出ちゃったんで、ちょっとなんか2番線時間が否めないんですけど、本当はこれドカンドカン笑いが起きるはずなんですが、ちょっとあれですね。でちょっとこの辺説明してなかったと思うんですけど、せっかくなんで、あのお前らググれググれって言われ、なんでググるななんだと思いませんか。思わないですかね。めっちゃそういうつもりでつけまして、あのググっても出てこない情報ってのはやっぱあるんですよ。先ほども言った通りで、配列なんかまさにそうで、かなりノイズが乗るんです。ノイズが乗るし、自分が調べたいのはそこじゃないのにみたいな結果ばっか出てくるんで、ググるんじゃなくてググるなで検索してねっていうんで、あの GGRNA でググるななんです。はい、そういうことです。であとまああのこれはまあこっちから来て、なんかシャレの効いた名前で、まあ、ゲゲゲノムでいいんじゃねみたいな、あのなんか結構やり投げ、あの結構いい加減な名前なんですけど、あの非常にいいサービスです。でこれもちょっとさっきいきなり API とかって言われて面食らった方もいると思うんですけど、先ほども使った方いらっしゃるかもしれないですけど、もうちょっとウェブのインターフェースであの使うとですね、これの凄さが分かるんじゃないかと思うんですけど、まあ、Google なこうアクセスしていただいて、もうこの辺ポチポチ押すだけでですね、めっちゃ高速に返ってくるんだなっていうことが分かると思います。逆にこのホメオボックスで例えばじゃあ Google 検索したらこの検索結果にたどり着けるかっていうのをちょっと試してみてもらいたいんですけど、私はこの情報が例えば知りたかったのに、これレフセックのエントリーなんですけど、かなり高精度なデータベースじゃないですか、レフセックって。そう、信頼できるデータベースだけ当たりたいのに、ホメオボックスで Google 検索をするとまあ関係ないのがいっぱい出てくるわけですよ。でこれだけ知れればいいのにって場合はもうこっちを使った方が絶対早いし、もう速攻返ってきます。あとは何でしょうね、まあ、レフセックの ID なんかでもいいかもしれません。謎の ID が出てきた時にこういうので検索してみる、まあ、もうちょっとこれレフセックしか出てこないかもしれないですけど、レフセックのこのドキュメントの中に書いてある文章だったら何でも出てきますので、このレコードを見ると結構その遺伝子がどっから出てきたのかのその出自の情報なんかも結構書いてあるので、意外に面白かったりします。あとはですね、よくやるのはまあ、文献情報の中からフリーワードで検索をすると。というとあの論文の著者の情報ですね。なんか有名な先生のあの遺伝子を見つけたあの論文を探したいって時、これまたパブメドで検索しだすとですね、これもまたノイズがたくさん、有名な先生だと余計に論文たくさん書いてますから、あのたどり着けなかったりするんですけど、まあ、最初の第一発見した論文なんかは例えばここにこうレフセックのレコードに書いてあったりするわけです。これなんかはちょっと開発者が内藤っていうんで内藤って書いてますけど、まあ、このリファレンス、はい、内藤って書くとこのオーサーの情報で内藤でヒットしたやつが取ってこれると、まあ、有名な先生の名前をここにレフなんちゃらって入れるとあれば出てくるしっていうような感じなので、まあ、文献検索の亜種としても使えるというふうになってます。であとよくやられるのはこれ謎 ID の一つだと思うんですけど、これあのパッて見てあ何の ID だなって分かった方がかなりあの分かってる方で、まあ、分かんない方もいらっしゃると思うんですけど、これあの実はあのマイクロアレイのプローブの ID なんです。これも ID なんですね。レフセックの ID も ID だし、これも ID なんです。だこれがさって言われた時にこれが何か分かる人ってのは、まあ、まずいないと思うんですけど、まあ、それがまず分かる。これはじゃあこの ID は LAX2 っていう遺伝子のプローブなんだなってのが分かる。でそれだけじゃなくてですね、これなかなかあの世界中探してもこういうサービスないんですけど、マイクロアレってプローブが、特にこれアフィメトリックス の, あのマイクロアレなんですけど、プローブがですねこう何本も立ってるわけです、ハイブリダイゼーション。でそれがどこにデザインされてるか、どこの領域の発言を見てるのかなんていうのが、こんな風に、あ、結構こうお尻の方にプローブが集中してデザインされてるんだななんていうのが、実はこれアフィメトリックスのサイトから見に行くとえらいあの時間がかかります。私やったことあるんですけど、あの途中で家になるぐらいあの複
雑怪奇な構造をしてまして、でこれをワンタッチでできるっていうのはこれ世界を探してもですねここしかないと思います。なのでマイクロアレイ解析される方はこういう使い方もぜひ、発言がなんか自分の実験したんだけどこんな発言をするはずはないんだけどっていう時にこれを見ると、あなんだこんなとこ見ちゃってんだ、私が見たかったのはこの割と上流の方だったんだけどっていうのが分かったりするので、それは多分皆さんの実験がうまくいってないんではなくてマイクロアレイのデザインが良くなかったっていうようなことが実はあったりもするので、そういうような検証にも使えます。はい、というようにかなりどうでしょう、遺伝子に関する諸々はググるなんていいんじゃないかという気がしてきた気がするんですけど、まああと単純にこの塩基配列でももちろんいいです。でこれは先ほど来出てきたブラッドとかってあったと思うんですけど、いわゆるプライマー実験 PCR される方はプライマー設計したりされますよね。でプライマーが全然関係ないところに当たっちゃうと困っちゃうわけじゃないですか。でそれをまあいわゆる皆さんちょっと前だとブラスト検索をしたり、ちょっと分かってる方だとブラッド検索をしたりしてたと思うんですけど、あれ例えばブラッド検索なんかも高速だ高速だって言われてたんですけど、20マー下回ると検索してくれなかったりとか、検索結果が返ってこなかったりするんですけど、これ結構短い何マーでしょう、十数文字だと思うんですけど、このもうほんの1秒かからないぐらいで返ってくるというようなことがあるので、こういうプライマーチェックにも使えるというふうな使い方もできますので、ちょっといろいろこの辺に使い方のドキュメントが結構充実してますので、結構この開発されてる方マニアックな方でこういう細かいオプション設定が大好きで、言えばもしなければ言えば追加してくれたりしますので、そういう場合はですねこのアットメソカカセというところにツイッターでアットを飛ばせばですね対応してくれる可能性があると思います。はい、でゲゲゲノムはあとこれの亜種でゲゲゲで、ちょっとまだこれは開発途上のところもあるんですけど、さっきのはトランスクリプト、つまりレフセックのエントリーだけだったんですけど、それのゲノム版ですね。こっちはゲノムでできると。でゲノムでこういう十数マーの塩基配列を検索すると、昔はやっぱブラストをやったもんなんですけど、えらい時間がかかるわけです。なんですけどこの通り1秒以内で返ってまいりますので、ちょっとブラストで苦労された方はちょっとうわーっと思うと思うんですけど、今初めて知った方はふーんだと思うんですけど、ちょっとこの感動がなかなか伝わらないのがあれなんですけど、ものすごく高速に返ってくるので、塩基配列をゲノム検索したいっていう、結構大雑把な使い方ですけど、いろいろ細かいこういうオプションもありますので使ってみてください。あとよくやられるのがこういうですね Google スプレッドシート上で配列検索みたいな、こう合わせ技一本みたいな実は話もありまして、Google の方でプライマー検索って話もしたんですけど、かなり心配な方はこうゲノムでプライマーサーチをする、でしかも一括でやる、でこれ Google のスプレッドシートなんですけど、この辺にですね例えばプライマーの名前と配列とでこういうゲゲゲノムの URL を入れてやるとですね、いろいろ見てくれてますけど、この辺のスタートサイトとエンドサイトが自動でこれ全部取ってこれちゃうっていう、すごい、ちょっと凄さがこれ伝わらないんで、これもう後なんで伝わらないんですけど、こういうことが実はそれこそこれゲゲゲノムの API を使うとこういうことが一括でできて、これ今までちょっと昔だったら一個ずつ一個ずつこれメモしてたと思うんですよね。配列のこの ATGC を見てですね、スタートが2万の7000の7からでこう100個だからみたいなことを数えてたと思うんですけど、そういうことをしなくていいと、一括でできるというサービスが、サービスというか機能があります。入力は D 列まで、ですね、ちょっと待ってください。結果も含めて、ここまで入れればいいのか、2列まで入れる、そうですね、
ここまで入れるとそうなんです、そうです。 Google が提供してるですね、Google ドライブって皆さん使われてますかね。使ってるって方いらっしゃいます？そうですね、でも半分ぐらいは使ってない。ちょっと脱線しますけど、これ使った方がいいですよ。Google ドライブはですね、東郷 TV でも取り上げてますが、こんなのがあってウェブ上でなんて言うんでしょう、文章を共有するのに非常に便利です。例えば、論文じゃなくて、論文を書くのがいいんですけど、文章を多くの人でシェアして、例えば私が書いてある人に渡して、で直してもらって見るとどこが直ったのか、多くの人はマイクロソフトワードとかでやられてると思うんですけど、差分が分かんねえとか、いろいろ問題があると思うんですけど、これどうしましょうね。ちょっとこれを見せていいのか分かんないですけど、ちょっとウェブサイトがリニューアルされたって話があったと思うんですけど、実は我々これで議事録みたいなの一緒につけていて、これ何人でもシェアして書けるんです、同時に。なので例えば5、6人集まって同じこの URL をみんなでシェアをすると、みんなで書き合いっこができるっていう、そういう素敵サービスで、この文章を全部自分私一人で書いたんではなくて、みんなで書くとめっちゃ早いっていう、そういうサービスです。で差分なんかも簡単に分かるように、履歴を検索できたりとかできるようになってまして、これはだからワードの Google 版だと思ってください。でもう一つはスプレッドシートですね。見せていいやつなんかありますかね。ちょっとないんで、スプレッドシート、ごめんなさい、これ言うとちょっとあれかもしれないですけど、マイクロソフトのオフィスは買わなくてもいいのかもしれないですね、今昨今の状況で。もうこれどうですか、 Excel じゃないですか、これもうこうね ABCD があって、でこれウェブ、Google のアカウント持ってれば普通に誰でも使えて、例えばこの辺共有とかってやるとですね、今基本は非公開で自分だけしか見れないんですけど、これこうやって共有設定とかってやるとですね、今非公開になってますけど、これをじゃあウェブ上で一般公開することもできるわけです。でさっきのスプレッドシートはウェブ上で一般公開されてるわけです。誰でも世界中でアクセスできますっていう場合もいいし、あとは実際に自分が明示的に URL、あとメールアドレスを書いてシェアしましょうってメールをすると、その連絡が行ってその人たちだけでシェアできるっていうようなこともできるので、こういうのを活用すると、もちろんローカルに持っとくのも大事なんですけど、もちろんウェブ上にあるので、セキュリティがどうなんだって言われると、ちょっとあれその辺気にされる方はちょっと難しいかもしれないんですけど、そんな大してねあれだったっていうんであれば、こういうのをうまく使うと、いちいちメールで変更しました、確認よろしくお願いしますってメールが来て、また変更しましたよろしくお願いしますって言うと、バージョンばっか増えてって、最新バージョンはじゃあどれだったんだみたいな話に、どうでしょう、ご経験ないですか、メールでメールベースでやり取りをすると。そんなようなことがあると思うんですけど、そういうことがなるべくなくなるというか、そういうストレスから解放されるということもあるので、この辺ぜひご活用いただけると、作業が楽になると思います。ちょっとごめんなさい、脱線しましたが、でこの Google スプレッドシートなんですけど、こんなようにですね、ちょっとこの辺は細かい作業になるんですけど、この、これは Excel でもできるんですけど、このセルを参照して Google なに探しに行ってくださいみたいなことをちょっと書くんですよ。これをちょっと見れないのかな、ちょっと今見れないようになってますね。ここなんかこうピコってこう四角のマークになってると思うんですけど、これを自動的で取ってきてるよっていうマークで、インポート HTML みたいな機能があって、HTML をこの Google のスプレッドシートが見に行って、その情報があるんだったら取ってくるっていう、そういう自動化みたいなのができるように
今そういう時代なんです。そういうのができるようになってますので、この辺をぜひ活用していただけると、一個一個手打ちでやってて大変だっていう場合は作業が楽になりますので、ぜひこの辺もご活用いただければなと思います。その話はここに出てたのかな。あ、この辺のこの動画を見ればですね、後半にプライマー配列の整理方法と称して書いてありました。なのでちょっと私いい加減な説明をしちゃいましたけど、ちょっとこれを見て、あ、自動化できそうだみたいなことがピンと来られた方はですね、この辺見ていただくと、これですね、 Google スプレッドシートを用いたプライマー配列の整理法が手取り足取り書いてありますので、この通りやれば必ずできますので、ちょっとピンときた方はやってみてください。まあ、こんな風に書いていく、この辺は手書きをしていくわけですけど、これですね、このイコールコンカテネートとかで、まあこれは呪文だと思ってください。まあ、こういうのを書くと騙されたと思ってこれを書いてみると、こう書いてみるとですね、おっとびっくり URL に変わると、まあ、こういう素敵機能があります。これ自分で手打ちすると間違えますよね。でさらにこのインポートデータ、何も今ないですよね、何もないんですけど、このインポートデータ関数っていうのを使うとですね、このテキストの URL から情報を取得する関数です。まあ、関数とかよくわかんないとかっていう人もいると思うんですけど、これも騙されたと思って同じようにやって、あ、もう一瞬でなんかちょっと打っただけですけど、インポート HTML でこのカラムを指定すると、なんとびっくり染色体の位置とこの辺が全部分かっちゃう。こういうで、これをスプリット関数っていうのがあって分割しますとか、まあそういう、一回これをシートを作っておけば、エクセル皆さんやられたと思うんですけど、こうセルを引っ張っていくと、こう他のカラムにもですね適用されるっていうあれですよ。月火って書いてつまむと水木金土日って出ますよね。あれですよ、あれ。あれの要領で同じことができるわけです。最後の DS でこう、はい、最後リターン打った時にもギリギリのほうが動いてるっていう、そうです、そうです、そうです、うん、ユーゲノムに問い合わせに行ってるという感じですね。こういう感じ、読み込み中でバババッと出てくると。ちょっと最初めんどくさいですけど、最初作っちゃえばもう超楽ちんです。ということで、すみません、ちょっと脱線しましたけど、まあ、こういう使い方もあります。はいはいはい、今ちょろっと触ってみたんですけど、はい、やっぱりこれは一般的なモデル生物でしかやってくれないんでしょうか、はい、っていうのが、はい、もう一つはインハウスでできるようになる予定とかあったんですか。まず最初の質問ですけど、一応今これだけあります。ここにないですか。ないです。じゃあそれはですね、アットメソ博士にアットを飛ばしてですね、ホニャララの検索できるようにしてくださいって言うと、まあ、手が空いてれば対応してくれると思います。でも結構過去の例でもまあ、ツイッター、まあ、学会かなんかで言われてもうすぐ入れたとかっていうのもあるんで、ちょっとダメ元でやってみると、まあ、メール書いてももちろんいいんですけど、リクエストするいただけると対応可能であればできると思います。であとインハウスでできるかっていう話なんですけど、これソースコード全部公開、ゲゲゲノムはまだちょっと論文が出てないんでそこまで全部は出してないかもしれないですけど、少なくともGoogleのに関してはもう全部ソースコードが公開されてるので、やろうと思ればインハウスでももちろんできるようになると思います。はい。はい、すいません、時間もだいぶ押してまいりましたので駆け足でいきますが、これはそうですね、あとはこれご存知ですか、ディフフって言います。ちょっとですね、なんかあります、大丈夫ですか。某問題でですね、非常に有名に
なったので見たことあるんじゃないかと思うんですけど、これ実は先ほどのちょっとインターフェース見たらピンとくる方いると思うんですけど、そのGoogleな作ってる人が作ってるんですね。これすごいマニアックなんですけど非常に有用っていう、そういう名前です。でUnix のコマンドで diff っていう差分を取るコマンドがあるんですけど、まあ、それをテキストでもやりたいよねっていうので彼がなんかしこしこ自分で作ってたらしいんです。でこれ僕使わせていただいてですね、超便利じゃんと思ってこれ公開しましょうよって言ったのが話の始まりで、別に某問題を明らかにするためにやったわけじゃなくて、もう昔からあったんです、昔からあったんですけど、彼がその問題が出てきた時に何を思ったか、何かと何かを比較したわけですよ。そうするとこれ差分がですねこう青くなるんですけど、なぜか、 なんか9割以上青かったっていう、つまりだから全部同じだったっていう、ごめんなさい、逆ですね、青くならなかったんです。青は差分があるはずなので、青がないってことは左と右の文章は全く一緒だったっていう、そういう話で、非常になんかちょっとキャッチーな話になってですね、まあ、ちょっといろいろありまして、これ DBC レースで一応やってたんですけど、まあいろいろ歴史、ちょっといろんな経緯があって、ちょっとこれだけにしとこうっていうなって、名前はちょっとURL はちょっと一般的なんですけど、一応Google なの人がやってます。で、まあ、これは何かっていうと、もう説明しましたね、そういうことです。2つの文章を一般的にやられるのは、これ彼は言ってたんですけど、だボスに論文を直してもらった時にどこを直ったか分かんない時あるじゃないですか。それを自分が書いた文章とボスが直した文章をパッパッてやると、こうやって差分が先生が直してくれたところが青くなって出てくると、あここ先生書き換えたのねって。結構その差分の情報って欲しいじゃないですか。何がいけなかったの、この俺の赤ペン先生がいっぱい入ってるけどっていうのがあると思うんですけど、まあ、それが明らかになるように彼は最初当時作ったんですけど、まあ、いろんな使い方がその後亜種でできて、まあ、ワード文章はもちろんなんですけど、いろいろそのソースコードですとか、あと例えばプログラム自分で書いてそれの差分を見たりとかっていうのもできますし、あともうちょっと生物の分野でいうと遺伝子のリストなんかも当然右と左で何が違うんだろうっていうのを見比べたいときにはこれに入れれば、当然遺伝子の名前もテキストなので、まあ、簡単にウェブインターフェースで比較ができると、まあ、そういうようなサービスです、まあ、こういうのもちょっと番外編ですけどあります。はい、であとは話がちょっと変わって、これこの速習コースの人たちは今後使っていただけるんじゃないかと思うんですけど、これ中里さんが説明されてましたけど、DBCLSSRA といって公共データベースに登録された次世代シーケンスのデータを見やすくすると、まあ、統計情報から検索するようになりますので、まあ、これはちょっと今多分使うことはないと思うんですけど、今後実際にご自身でデータを出したり、また他の公共データを使うときにこの辺使って、開発者曰くですね、 NCBI のこの SRA はもう非常に邪悪だと。まあ、邪悪だったらどういうことかというと、その別に分かりにくくしてるわけじゃないんですけど、結果として分かりにくくなってるっていう、そういう何でしょうね、巨大すぎてよく分からなくなって、すごい分類が難しかったりとかするので、なのでこういう整理サイトがないとちょっと使うのにしんどいよねっていうところでやってるところがあります。なので今後これ使っていただければなと思います。あと最後2つです。これさっき出てきましたね、ちょっとね、加藤さんもご愛用いただいてるんですけど、ライフサイエンス QA っていうのがあります。で僕らググレとかツイッターで聞けとかいろいろ言いましたけど、それもちょっとなかなかしんどいよっていうケースもあると思います。だけどいろんな人に聞いてみたいって時は、これ一応匿名なので、一応ログインは必要なんですけど、なんていうでしょう、アカウント名で聞けますので、どこの誰だか分からなくても匿名で聞けますので、結構だから、あとウェブでこう書けるので、込み入った話を割とこう、これなんか例えば RNA シーケンスデータの定量と可視化のツールの組み合わせのいいやつはないですかみたいな、皆さんちょっと聞きたいような話だと思うんですけど、まあそんなような話をですねこう書いてくれると、この業界のですねすごい人たちがこれを見てるわけです。で大体通知が来るようになってるわけです。でこう投稿されると通知が来て、こんな質問来たよってなるわけです。
でそうするとしょうがない教えてやるかっていう優しい諸先輩方がですねこう回答してくれると、まあそまあ、いわゆる QA サイトですね。でこれあの NGS 業界はそのさっきボーノさんのところでも出てきましたけどシークアンサーっていうあの英語なんですけど同じような QA サイトがあって非常に密にあのコミュニケーションされていて情報なんかもすごい出てきてるんですけどいかんせん英語なんですね。で英語読むの結構しんどいって方もいらっしゃる書くのもしんどいって方もいらっしゃるので、まあ、それの日本語版だと思っていただければ結構です。なので、まあ、今日あのこういう NGS の話だけじゃないですけど何かあの質問があればここに投げてみると、まあ、もちろんあのスルーされてしまう場合もあるんですけど、まあ、誰かしら答えてくれて回答がシェアされているようになると思いますのでこういうのも活用されるといいと思います。あと最後ですねこれこれはちょっとまあこれもおまけみたいなもんなんですけど統合ピクチャーギャラリーといいまして、イラストをですねウェブ上で使えるウェブ上で無料で誰でも自由に使えるイラストを貯めているサイトです。で最近昨今その著作権って言われるわけじゃないですか、まあ、他人の写真とか勝手に貼って発表したらいけないわけです。でいろいろこうライセンスが結構厳しくなってる昨今ですね、我々のところではもうどう使ってもいいです。ここに載ってるやつはあの自分のプレゼンテーションに使おうが、まあ論文に貼ることはないと思うんですけど論文に貼ろうが、ポスターにしようが本の挿絵にしようが何でも使って OK っていうライセンスがあります。それクリエイティブコモンズっていうライセンスがありまして、まあ、これちょっと分かんない方はですねちょっとクリエイティブコモンズでググっていただけるともっと詳しいページがいっぱい出てきますのでそっちを見てほしいんですけど我々が、お願いしているのはクレジットだけ書いてくれれば、まあ、クレジットっていうのはどういうことかってここに書いてあるんですけどこの画像の利用にあたってはどっから撮ってきましたよっていうその素性の情報だけ統合ピクチャーギャラリー by DBCLS、まあ、DBCLS が作ってくれたんだねありがとうっていうちょっと気持ちをですねあのクレジットに書いていただいて、まあ、どこでもいいんです。こういうこれも書いこれがそうです。今私の資料に書いてありますけどこの例えばこの私の資料をもうラボで再配布していただこうが売り物になるかどうか分かんないですけどしていただこうがこれだけ書いてこのこれだけ書いていただければ何をしていただいても構わないっていうライセンスです。でもうちょっと細かくて商売には使わないでねとか改変はしないでねとかいろいろ細かいライセンスを自分でこう提示することができますのでぜひ皆さんもこういうなんかライセンスでですね自分のそのコンテンツだったり何かを発信 ブログなんかもよくこう皆さんやられてる方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ、このライセンス書いておくと自由に皆さんが使えますのでこういうライセンスを使っていただくと非常にそのなんていうんですかねいろんな情報をシェアできてハッピーになる方が増えるんじゃないかと、まあ、我々信じてますので、まあ、その活動の一つです。でこの中身はまあいろいろ見ていただければいろんな、まあ、動物の絵だったり実験のビーカーの絵だったり臓器の絵だったりあとシーケンサーの模式図っていうんですかね図だったり結構自分で描くのって結構ヘビーじゃないですか。でもちろん普通のイルミナさんだったらイルミナさんのページで写真撮ってくればいいんですけどこれライセンス大丈夫なのかなとかいろいろ細かい方は気にするんですけどみんなペッペペッペ貼っちゃってるんですけど実は法律的にグレーだったりする方がままありますので、まあ、その辺気をつけていただきたいのとあとは自分で書くのがめんどくさい場合はこれ実はイラストレーターのファイルも実は一緒に配ってますのでちょっとイラレオにイラストレーターを使ってるという方はこれをもとに何か二次創作していただいても全く構いませんのでそんな素材としても画像素材として使えますのでぜひ使っていただければなと。ちょっとまず種類が150種類しかないんでちょっとこんな絵も欲しいななんていうのがありましたらリクエストをいただく。これもツイッターアカウントがありますのでまあまあそれでもいいですし私だったり先ほどのボーノだったりでも、まあ、誰でも関係者になんかちょっと統合ピクチャーギャラリーにこんなのがあるといいなみたいなの書いていただけると我々補足しますのでそちらのリクエストもいただければなと思います。ということでちょっと駆け足で来ちゃったんですけどもう時間もだいぶ過ぎてしまいましたが
まあ、大体こういう感じで、ちょっとまとまりのない感じで申し訳ないんですけど、バイオ系データベース概論ということだったんですが、まあ、全体を通して何かありますでしょうか。あ、はい、大変参考になる情報ばかりありがとうございます。生命科学系データベースアーカイブのことを教えていただきたいんですけども、非常にありがたいツールだなと思いながら、今後自分たちでデータベース作るぞという時に、はい、もまあ維持する技術も、まあ、資金もかかる、はい、だから最初から、はい、自分たちが作らずにもアーカイブさんの方で作ったものを作らせていただいて、それを公開していただきたいみたいな形はできるんでしょうか。あ、それもご相談ベースで多分できると思います。その、まあ、規模だったりにもよると思うんですけど、そのこれは一個一個担当者の方先生とお話をしながら進めているようなところがあるので、まあ、もしご興味あるようでしたら、ちょっと担当者とコンタクトしていただいて、メール一本書けば担当者のところに行きますので、例えば研究機の申請書を、はい、最初からそれを前提として研究機申請するものなの、うんうん、それもいいのか、やっぱり、まあ、作ってもいないし、まだ構想の段階だけどご相談した方がいいのかという、その研究費の性格によっては必ずアーカイブというか、どこかにその出てなきゃダメだよとかっていうケースが、そういうグラントの縛りがあったりするわけじゃないですか。そういう時にもちろん活用していただくのでも構いませんし、もちろん我々を選んでいただけるのであればそれでいいと思いますので、だからそういう状況事情があるんだけどっていうことで言っていただければ、まあ、必ずできるとはちょっとここの場でね確約できないですけど、よくより良くなるようにできると思いますので、ぜひお問い合わせいただければ、はい、ありがとうございます。よろしいですかね。クリエイティブコモンズの話は9月11日のゲノム倫理のところでもちょっと説明があると思いますので、そちらも参考にしていただけるでしょうか。まあ、今日はキーワードを結構ザーッと聞いているので、まあ、ある程度頭に入って、まあ、そこが重要なんじゃないかなと思います。この先生どうもありがとうございました。ありがとうございます。